皆様お待たせいたしました。それでは本日の第14回朝日杯将棋オープン戦名古屋対局の大盤解説会を開始したいと思います。それでは解説の先生方をご紹介いたします。本日の解説は森内俊之九段、後ろの方からご登場されます。はい、どうぞ壇上の方へお願いいたします。続きまして、杉本昌隆八段、よろしくお願いいたします。はい、続きまして聞き手、本田小百合女流三段、よろしくお願いいたします。そして、宮曽志乃女流二段です、よろしくお願いいたします。はい、本日はこの4人で、大盤解説会を、させていただきます。最初は森内先生と本田先生のお二人で、解説をしていただきます。よろしくお願いいたします。それでは杉本先生と宮曽さんは先生は後でまたご登壇いただきます。どうぞまたご登場ください。よろしくお願いします。はい、それでは森内先生、本田先生、よろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお願いいたします。先生、立ち位置はどうされましょう。立ち位置どうしましょうね。今日は2曲同時に解説をしていただくということなんですけれども、はい、はい、そろそろ、10時になって対局がスタートしたところですね。はい、そうですね。いや本当にいいですか、対局。今回の朝日オープン戦の本戦の方は、はい、まあ、ちょうどですね、緊急事態宣言が名古屋でも出まして、まあ、どうなるのかなというふうに思って心配もしていたんですけども、うん、無事開催されることになりまして、いや本当に、いや思ったより多くの方にお越しいただいて本当に嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。でいよいよ対局が、はい、開始されまして、本戦が16人揃ったわけでして、はい、そのうちの8人ですね、はい、名古屋での対局となりますけれども、こちらの対局名古屋でももう恒例となっておりますよね。まあ、聞いたところによると4年目ということで、はい、すっかり定着しまして、まあ、1年に一度のこの名古屋の大きなイベントというふうになっていますね。はい、まあ、特に今回はですね、明日地元の藤井聡太さん登場しますけれども、はい、まあ、4人いる将棋界のタイトルホルダーのうちの、まあ、その4人全員がですね登場するということで、まあ、たまたまその16人の中で、まあ、片方の山にタイトルホルダー4人が全部集まりましてですね、うん、まあ、大変激戦区となっておりまして、見どころ満載の名古屋シリーズになりそうだなという感じを持っています。はい、でいよいよ、まあ、対局が始まっておりますので、ちょっと解説の方、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずはじゃあこちらにいらっしゃいますので、はいはい、永瀬王座対佐藤真也七段の、はいはい、対局の方、解説の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、で振り駒は先ほど行われまして、永瀬王座の先手と決まっております。はいはい、そしてじゃあちょっと解説の方お願いします。はい、で初手2六歩、はい、こちら画面もね映っておりますけれども、はい、じゃあ指してお願いします。はい、はい、8四歩、はい、で2五歩、はい、はい、8五歩、はい、7八金、はい、で3二金、はい、で3八銀、はい、で7二銀、はい、で9六歩、9六歩、はい、現在この局面まで進んでおります。はい、このお二人は棋風や、まあ、本局この相居飛車になりましたけれども、はい、戦型予想などいかがでしたでしょうか。そうですね、最新の相掛かりになってますね。はい、飛車先の歩を交換せずに、まあ、端歩を突いたりですとか 玉を移動させたりして、まあ、この飛車先の歩の交換のタイミングを遅らせて指すのが最近の流行りですね。お互い相居飛車党でして、永瀬王座は、まあ、本当に
何でも指すというか、まあ、相居飛車のメイン戦法ですとこの相掛かりと角換わり矢倉と3つあるんですけど、どれも指しこなすという感じで、うん、本当に一局一局研究を重ねて非常に精度の高い序盤をこう用いてくるという印象がありますね、うん。まあ、対しまして、佐藤慎也七段いかがですか。佐藤七段の方も相居飛車党の本格派ですかね。今回二次予選では、佐藤康光九段にも勝ってですね、はい、本戦出場ということで、将棋すごく正統派なんですけども、いろいろとこうネタですかね、パフォーマンスの方でもうすごく知られていて、そうですね、平常時でしたらおそらくそういったこともあったのかもしれませんけど、ちょっと今日はないかもしれませんけども、いろいろこうなんていうんですかね、桂馬とかをこう桂馬をね飛ばすような、そういうパフォーマンスなんかはあるみたいなんですけど、さすがに今日はちょっと、今日はそうですね、なんか、うん、まあすごく神経モードというかそういう感じですかね。でも私佐藤慎也先生は、はい、プライベートとかもちょっとお話とかさせていただくんですけれども、はい、普段はすごくにこやかで楽しい方なんですけれども、はい、もう対局の表情っていうのはすごいですよね。険しい表情されていて。そうですね、本当に、ギャップがすごい激しい。対局の時は怖い感じなんですけど、すごくサービス精神旺盛でね。そうですね、多彩な方ですよね。まあ、本日は対局会場の方も行けるチケットもねあるみたいですので、はい、で本当間近で見れるんですね。先ほど会場の方にも行かせていただいたんですけれども、はい、これぐらいの距離で対局が見れるということで、もしね行き来できる方はぜひ対局場にも行かれるといいと思いますね。まあ、こちらのねモニターでも映っておりますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、じゃあ次こちらの方にこちら、はい、はいはい、ちょっと移動していただいて、はい、はい、お願いいたします。いや、面白い設定ですね、こういう解説会は私初めてですね。いや、私2人のペアで同時にやるのかと思ってたんですけど、いやでもお客さんの取り合いをするイベントなのかと思って、私の方を見てみたいな。でもなんか同時に喋るのもなんかこう、すごい声をかぶってしまうので難しそうな感じがしてたんですけど、もうヒアリングテストをされてるのかなと思う、そういうイベントかと思ってたんですけど、はい、でこちらですね、渡辺名人と野崎八段の対局ということになります。はいはい、じゃあちょっと指し手だけよろしくお願いします。2六歩、はい、じゃあ野崎八段の先手となりました。はい、で8四歩、はい、で2五歩、はい、で8五歩、はい、7八金、はい、3二金、はい、2四歩、はい、同歩、同飛車、2三歩、はい、2八飛車、はい、で7二銀、はい、なんかさっき見た気がするんですけど気のせいですかね、ちょっと私ちょっとタブレット操作が間違えたとかしてますよね。先ほどは、この歩交換しないで銀が上がってたんですけど、あ、そうですね、まあ、ちょっとした違いなんですけど、はい、この引き飛車野月八段お好きな形で、はい、まあ、かなり前からやってますね。じゃあちょっとね違うということですね。はい、狙いとしてはこの2筋の歩を交換してますので、はい、まあ、やはりこの右の銀を使うことには変わりはないんですけど、ここから3八銀から2七銀という感じで、はい、で3八銀としましたね。3八銀使いました。はいはいはい、で9四歩、はい、9六歩、はい、3四歩、はい、で2七銀、あ、銀出ましたか、はい、積極的ですね。棒銀、はい、はい、で5二玉と中住まいにしました。はい、こうですか。で3六銀、はい、で8六歩、はい、同歩同飛車と、はい、で8七歩、8七、はい、で8五飛車と、はい、まあ、ここは岐路ですね。まあ飛車をここに引くかここに引くかが普通なんですけど、はい、さすがに飛車切りとかないんですよね、これ。飛車切りとかないですよね。すごいすごい手を、すごい手を、いやちょっとまだ起きてまだそんなに時間経ってないので、ハッとするような手ですね。そう、たまにこの手はあるんですよ、でもね、あ、ちょっとこの場合うまくいくか分かんないですけど、こうちょっとで、まあ、いきなりちょっと無理っぽいんですけど、こう切ってですね、で取って骨格がここに出るというのは、まあ、この場合ちょっと分からないですけど、形によっては成立する手で、よれば飛車に入れますと、よるとまあこう銀を例えば
どっちですかね、まあ、こう打つかこう打つかですけどこっちに打ったりして、はい、でこう飛車交換になると陣形の差で後手が良くなるので面白いですし、飛車逃げるのもね、これは香車さすがに取られるとあの飛車と銀香の2枚替えで先手の方が破られてますので、これは先手が悪いですから深く出た時に工夫が必要なんですけど、まあ、これ飛車逃げられないので、はい、まあ、受けとしては2五飛車打ちとかがまあ、はい、ありますけど、これはちょっとどっちがいいのか分からないです。まあ取れば同飛車で取って、で角銀交換なんですけど、はい、あの、まあ、こうやって飛車を手持ちにしてますので先手の方はすごく駒組みの制約が大きいんですよね。うん、で後手どうするのかな、まあ、まあ銀が普通に上がっとくか、積極的に行くなら桂馬が跳ねて、あの、まあ、どっかでタイミングを見てこう4五桂の跳ね出しを狙うというような指し方はありますね。これ角打たれても、ここに打たれてもですね、まあ、飛車をこういうふうに打つとあのこの角は捕まってしまうのでこの角は打てないんですね。で、まあ、ちょっとこの辺はおそらく研究の範囲だと思うんですけど、あ、はい、まあ、こういうのはちょっと気になるところですけど、この8五飛車は8秒、8秒、はい、8秒なので8秒、じゃあそれは研究ですね、それね。そうですか、はい、こういうのもやっぱり研究しているんですね。まあこっちよりも積極的ですね。あの8四に引くと、まあこの4段目の利きでこの歩は取られる心配ないんですけど、銀が出てきてもね、あの、まあ、最悪桂馬で撃退できますので、こっちの方が積極的な手で、これは後で3五歩とついたりして逆にこの銀を追っ払ってしまったりですとか、あと端にこっちですね、9五歩と9六歩と打ってで取れば香車をここにぶつけてですね、まあ、不増にはなるんですけど香車を交換して積極的に攻める手がありますので、あの8五飛車はまあかなり自分から攻めるという意識を持った手だと思います。積極的な手、はい、ということですね、はい、今多分人気だとこちらの方が人気だと思いますね、8四飛車より、まあ、最近の将棋はこう積極的に動いていく将棋が多いですもんね。そうですね、やっぱりリードできるところはしてしまうという感じで、まあ、好みよりも何ですか、やっぱり具体的な良さを重視することが増えてますね、うん、で、8五飛車に対して7六歩と、はい、はい、で3五歩ですね。あ、つきましたか、これも強い手ですね、はい、これめちゃめちゃ強い手ですね。でもね、うん、で2七銀と引きましたけれども、はいはい、これは2五銀とか行きますと大変なことになるんですか。出るとどうするんでしょうね。飛車引くんですか。はい、なんか銀が危なくなってきました。次にこれ飛ばれるとですね、まあ、ここに行く形は まずちょっと冴えないですね。ちょっと銀がね、うん、せっかく出た銀が悪い位置にいてしまうので、で行きがかり上、まあ、こういう手なんですけど、うん、ちょっとなんか棒銀の場合何か標的があるといいんですけど、これ角がこの、この後交換になって、まあ、玉の位置もですね、お互い5筋にいるので、はい、まあ、先手の方がなんか戦場から遠いとも言えないんですよね、うん、で例えば、まあ、同歩で取って同銀ですね。で角交換して同銀と、うん、これは一目先手がすごい怖い形ですね。あ、そうですね、何か技がかかってもおかしくはないですね、はい、まあ、こういうの普通に破れるといいんですけど、慣れたとしても叩いて取ってこの角打ちみたいな感激がありますし、なんかこの辺例えば突かれたりしても、うん、まあ、同歩ですとなんか角、うん、ちょっと怖いですね。まあ飛車切って同飛車で1五角は2六飛車打ちというふうに飛車打てば受かることは受かるんですけど、ちょっとこれは、まあ、こうやればこうやって、まあ一応王手飛車は両方受かるんですが、ちょっと怖い感じがしますね、はい、まあ、なので本譜は2七銀とちょっと2五銀とはしにくかったということですね、はい、いや私の感覚ではですね、この歩を突かれたらあんまり引く気はしないんですよね。あ、じゃあ、はい、もし突かれたら、いや、まず考えるのは、まあ、これ交換してですね、はい、取ってこれをやったらどうなるのかなっていうのをまず考えますね。
で飛車が縦に引きますと3五銀とできるので縦に行くと横ですか。こう取って先手が優勢ですから、はい、まあ、ここに回るか、まあ、こう回る手がまあ一つのアイデアですね。でただまあ角をどこか打ちまして、うん、でこれ下がった時に取っておけば、まあ、ちょっと打った角が負担なので、あの先手がいいかどうかわからないんですけど、一応歩得して銀が急所に来てますので、まあ、主張はあるというかそういう感じですね。で怖いのはちょっと専門的になったすみませんけど、怖いのはこの時にこっちですね、で桂で歩を取って飛車を取ってで成って同桂と、まあ、この局面どう評価するかですね。まあ、この辺もおそらく研究の範囲だと思うんですけど、で歩打ってきたら飛車をここに打ち返すみたいな感じで、すごい激しい順で続きますね、はいはい、そうですね、まあ、これはすごい複雑だと思うんですけど、まあ、これも研究してるということなんでしょうかね。してると思いますね、はい。まあ、すごいお互いこうノータイムのように秒単位での指し回ししていますね、はい、3五歩21秒、2七銀7秒ということで、はいはい、お互いノータイム、こうですか、うんうん、まあ、どこまでお二人とも研究されてるのかっていうのが、うん、まあ、そうですね、野月さん、まあ、あのおそらく準備してやってるんでしょうけど、私の感覚だとこれを引くと、はい、もう先手のなんかアドバンテージは出せないなというふうに思うので、はい、うん、こことしてはまあ不満がないのかなというふうに思います、うん、はい、で7四歩と、はい、あ、そうですね、はい、で2二角成、はい、同銀、はい、で8八銀と、はい、で6四歩、はい、6四歩ですね、はい、で構想力もね試されるところだと思うんですけど、はい、で6八玉と、はい、で6三銀、はい、こうですね、はい、で5八金、5八金、はい、着々と自陣の整備を進めてますね、はい、で7三桂、7三桂、はい、で4六歩、はい、で7二金、こっちですか、なるほど。ちょっとこの金動かしたいところで、後手は後で飛車を一段目に一番下まで引くことになるんですけど、その時に、はい、あのこの金が動いているとあのちょうどこう2一まで効いてきてすごく、うんうん、あの引き飛車がいい形になりますので、はい、で金ただこっちがいいかこっちがいいかは難しいところで、まあちょっとこの辺は後進んでみないと善悪は不明ですね。最近はこの形がすごい居飛車の中でも、まあ、振り飛車でもありますけど流行ってますよね、はい、角換わりやすごい飛車を打ち段目に引く形が増えていて、うん、あのすごくこれはなんかあの AI の評価が高い形で、はい、まあ、そういった影響もあって流行ってますね。どんな戦型でも使われてますね、はい、で3六歩と、あ、はい、お、これは、はい、積極的ですね。やはり銀を使わなければということですね。2七銀とにかくあの今ネックになってますので、これを使うことが大事というふうに思って突き返しました、はい、で現在はこの局面までということですが、はい、ここまでの、消費時間、渡辺名人が4分、はい、そして野月八段が7分ということで、はい、すごいですね。もう高速で指してますこれ。もう秒単位で一手指してますので、まあ、持ち時間、そうです、もともとは設定が短い棋戦ですので、はい、あまり考えてる余裕はないんですけど、うん、まあ、お互いある程度予定通りといったところですかね、はい、まあ、でも先ほどおっしゃっていましたように野月八段の方は2七銀とこう引かされている形ですので、はい、まあ、ちょっと渡辺名人の方がポイントをリードしているという感じで、まあ、リードしているというか、まあ、もともと相居飛車であの、先手番ですので、はい、あのまあ、別にその得意な形になればその互角の分かれでいいというふうに思えば別にそんな気にすることもないですし、うん、まあ、これはまだまだこれからですね、はい、差はついてないと思います、はい、まあ、お二人のこう棋風からしましていかがですか、はい、この本局は。なぜしらこの相掛かりの引き飛車は本当にあの数え切れないほど指してますし経験豊富な形ですので、はい、まあ、力の出しやすい戦型なのかなということは思いますね、うん、まあ、今回野月八段は、まあ、本戦にあの出場されてますけれども、はいはい、羽生先生にも勝たれて、ね、そうですね、あの二次予選の決勝で羽生九段に勝って上がってきてますし、はい、うん、あのまあ、こういった大手の方に見ていただける大きな舞台で、まあ、来てるところはあるんじゃないですかね、はい、まあ、野月八段もいろいろと多彩で
ありまして、はい、まあ、将棋以外でもサッカーですとか、はい、あと何かこうイベントの企画なども、ね、はい、よくされていますし、山形ですとサッカーと将棋のコラボイベントなども、ね、はい、野月先生が中心にされていまして、いろんな企画、ね、ね、されてますよね、はいはい。でまあ、渡辺名人は、まあ、フットサルなども、ね、はい、得意というか、ね、されてますし、あとなんかサッカーの審判も資格も、ね、はい、取られたということで、あんまり、ね、ご自身でなさるんですかね、なんかまあその、見て楽しむというような印象は強いですけど、はい、まあ、なさるのかもしれませんけど、うん、いろいろとこう趣味が豊富で、そうですね、はい、いろいろとご活躍されてますよ ね、 すね、はいはい、ということでこちらの方は まだまだということです ね、 ですね、じゃあ、はい、次はこちらの方に移動していただいて、はい、忙しい、忙しいですねこれ、はい、そうですね、はい、でこちらは現在の局面、はい、まだまだあれですね、さっき9六歩と先手がついたところまでですね、はい、そして9六歩の次に4二玉と晴れました、はい、これ結構珍しい手ですね、はい、これは珍しいというのは、はい、玉の形、まあ、1四歩とか9四歩とか端をついて終わらせることが多いんですけど、まあ、玉の形を決めて、はい、うん、まあどっちかというとそうですね、まあ、まっすぐ立つ形がバランス重視なのに対すると4二玉の方が玉を固めやすいという利点はありますね、はい、で、3六歩と、はい、3六、はい、この飛車先の交換するタイミングっていうのはいつなんですか、はい、うん、いや先ほどそちらの将棋でもあったんですけど、はい、以前はもう早めに交換してたんですけど、今これを遅らせるのが主流で、遅らせることによって例えば後手が3四歩とついてくれば、はい、こう出た勢いで横歩を取ってしまうとかですね、はい、そういった形で牽制をしていけますし、あとこの桂がいなくなると、まあ、交換した後2九までこう引けるというような、はい、まあ、一手得できるような含みもありますので、うん、まあ、非常にこう幅広く戦えるのがこの飛車先を交換しないそのメリットですね。で相手のちょっと出方を見てから、はい、ということですね。で、まあ、3六歩に対しまして、で8六歩と後手が変えてきました、はいはい、で同歩同飛車と、はいはい、で6八玉としましたね、はい、ちょっと凝った手ですね、まあ、いろいろあるところですけどね、まあ、桂馬跳ねるとかいろいろありますけど、はい、ちょっとこの辺は何とも言えないですね。で3四歩と、はい、まあ、歩を取ると、はい、まあ、8二歩といった、まあ、返し技がありますので、うん、はい、まあ、ちょっと今使うかないけど、まあ、歩の筋あるんで、まあ、こうですね、はい、で2四歩、2四歩、はい、で同歩同飛車と、はい、同歩同飛車、やはりどこか横の歩を突いたときに交換するのが、まあ、そうですね、あ、よくば取ってしまうというのが先手の狙いですね、うん、はい、で現在はこの局面と、ここまで、はい、はい、なっています、はい、これはもうまだまだとしか言いようがないんですが、いかがですか、どちらがちょっとポイントを取ったとか何かありますか。いや、ありそうでない形なのかなっていうのは、それは何ですか、玉形ですか、4二の玉、まあ、大体この6八玉4二玉形っていうのは珍しいんですよ、そのどっちかが中住まいにしたりとか、はい、まあ、そういうことがあります。あと端の関係がですね、先手だけ行くとついてるというのもこれもまた珍しくて、まあ、端をつくと後手は歩調を合わせることが多いんですけど、はい、まあ、そこ省いてますので、まあ、後手は端をついてる、省いてる手をどこにかけて得をできるかというところですね。ここは手が広いので、うん、すごく難しいです。はい、3六飛車とは取れないですよね、これきっと。まあ、こう歩得も大きいんですけど、この場合はこういうふうに打たれて、先手が歩切れの時はこれ打たせるようなパターンもあるんですけど、この場合は1分打たれてるので、ここで戻ってもまた桂取られた後歩を切られてしまうので、はい、これは後手がまずいですから歩を取る手はないですね。うん、まあ、ここまでですけれども、お二人の消費時間が永瀬王座が7分、そして、はい、佐藤七段が6分ということで、はい、こちらも指し手が早いですね。はい、なんか研究の後が伺える進行ですけど、うん、まあ、あと40分ということなので、なるべくこう終盤に残しておきたいっていう、ね、はい、気持ちが、ね、現れてますよね。はい、ではこちら側いきましょうか。はい、じゃあ、ちょっとここでですね、はい、端っこの方から少し盤が見えにくいと、反対側の盤が見えにくいということなので、はい、盤をもう少し中央に、はい、寄せたいと思います。少々お待ちください。はい、
すみません、お願いします。すみません。いいですか。あ、すみません、失礼しました。はい。はい。これもちょっと引いていただいていいですか。あ、なるほど。あ、はい。すみません。失礼しました。はい。すいません。あの丸いのも引いていただいていいですか。ちょっとこれもこっち側に、はい、あちらもいいですか。あ、はい、はい、あ、そうですね、ここを立てるように。あ、大盤大盤はいいんですけど、大盤は、あ、じゃあこれを大盤だけ出していただいて、あ、そうですそうです、はい、これで、はい、はい、はい、ぜひ、はい、皆さんも何かありましたら、はい、皆さんおっしゃってください、はい、失礼いたしました。はい、ということでこちらは3六歩とした局面までさせていただきましたが、はい、次に2四歩と2四歩、ほう、ね、なるほど、こうやるもんですか、はい、これは才能を見せた手ですね、なかなか見えづらい手ですけど、うん、まあ、会場もねちょっと大丈夫、見えにくくないですか大丈夫ですか。2四歩と、はい、なんかねこの銀をこう出していくような手がまあ普通なんですけど、これはこの銀に圧力をかけていこうという、うん、まあ、非常になんか深みを感じさせる手ですね。で7七銀と、はい、はい、で2三銀ですね。これは形なんですか、うん、あ、形じゃないですか。いや、わからないですよこれが、まあ、ここに銀がいるんで、そうですね、やっぱりなんかこの歩を突くことによってあのこの銀を使いにくくしてるんだと思うんですけど、ちょっと善悪はパッとわからないですね、はい、で8六銀と、はい、はい、して、はい、もうこれでも飛車逃げるしかないですね。あ、そうですね、はい、8一飛車ですか、まあ、失礼します。で8一飛車ですね、はい、そうですね、はい、はい、で3五歩、はい、不読ですけどちょっと嫌な手がありますねこれね。ん、そうなんです。で5五角と、はい、そうですね、これ放っておくと先手が不読でどんどん良くなりますので、はい、まあ、これは打っていくところでしょうね。うん、この角成と4六角両方狙っていますので、どちらかは実現します。はい、さすがにちょっと今日はね取らせられないので、はい、7七銀としまして4六角で、はい、で1八飛車と、はい、で6五歩ですね、はい、で現在この局面までですね、はい、いかがですか、数手進みましたけれども、角を手放しましたね。そうですね、ちょっと数手前からすると思いもよらない展開で、あの野月さんがちょっと頑張って指したので、それに、まあ、渡辺名人が、まあ、こうした感じで、まあ、戦いが始まったというところですかね。まだ小競り合いですけども、うん、はい、まあ、歩が今交換になりまして、あの交換なんですけど違う筋の歩があの交換になってるんで、ちょっとバランスが、はい、アンバランスな交換なんですよね。でどちらが得と見るか、そういった判断力の問われる将棋になってますね。まだまだちょっと形勢は分からない。これ使いたいんですけど、これ動くとあの正しいがちょっと嫌なんですよね、これね、はい、あ、こういう手ですね、はい、うん、ちょっと銀も動かしにくいっていうことなんですか、はい、ですので、まあ、これが効けば一番やりたいんですけど、はい、まあ、この正しいの対応ができるかどうか、それ嫌だと思えば、まあ、金とかがあれば無難ですけどね、うんうん、で角を引かせて、まあ、引くところ作りましたので、引いて桂馬でも飛ん でそれから攻銀が出れば、はい、あの安全ですけど、ちょっと一瞬形が悪くなるので、まあ、できれば銀が上がりたいですけどね、うん、はい、じゃあこの数手で、あ、で上がりましたね、はい、4七金と上がりました。これはまあ一番安全な
指し方です。で6四角に、はい、3七桂、まあ、それ取るとなんか不得にはなるんですけど、はい、相手の駒がどんどん出てきますので、うん、そういったタイミングを与えてしまうので引く方が、はい、自然だと思います。で3七桂と、はいはい、進みました。はい、ここまでの消費時間が、お二人とも13分ということですね。はいはい、まあ、まだまだお二人とも時間を残して、はい、もうこれは戦機が近いですね。もうね。あ、そうですか。はい、じゃあちょっと、はい、その間にじゃ あちら側の解説お願いします先生。これ次に効果上がられて、はい、飛車とかまたどっかいい場所に移動させれると先手のばっかり良くなってくるんですよ。ですから後手はもうそろそろ動くことを考えないといけない時間帯に入ってますね。じゃあその間にこちらをじゃあお願いします。失礼しました。はい、失礼しました。でこちらは、同飛車、はい、で、8四飛車と2四同飛車とした局面ですね。はい、これ一番穏やかな手ですね。はい、あ、先ほどの、ね、将棋は8五の方に行ってましたけれども、はい、こちら、まあ、ここに引いてこの歩守っておけばあまり大きなことは起きませんので、はい、安全な手ですこれは。はい、で8七歩と、はい、で2三歩と、はい、おとなしく出てますね。ますね。はい、で2八飛車。あ、ここに引くんですか。なるほど。で7四歩。はい、で7六歩と。はい、で7三桂。はい、で3七銀ですね。そうですね。まあ、桂馬跳ねるんだったら飛車浮き飛車の方がいいと思うので、まあ、はい、飛車に引いたということは銀を使っていこうという意思表示に見えますね。で6四歩に4六銀と、はいはい、で6五歩とされましたね。なるほど、それ突っ張った手ですね。はい、で現在の局面はこのまでということになってますね。はい、まあ、この6五歩は相手の陣地にプレッシャーをかけた手で、普通に6三銀とかだと、はい、まあすごく進展する余地はあるんですけど、瞬間的にこの下の動きがこう何重にも止まっていて少し危険と見たんですね。うん、で先にこう突くことによってこの3五歩を牽制しているんだと思います。ついてくれば同歩同銀に、例えば7五歩みたいな手でこの下の横利きをパッと通して、まあ、相手のこの銀の出足に対抗するという感じですね。うん、はい、まあ、軽く軽くさせて、はい、ようということですね。はい、はい、で、ここまでの消費時間ですが、はい、永瀬王座が10分、そして、はい、佐藤七段が18分ということで、はい、まあ、こちらもお二人とも、ね、時間をうまく残して進めてますよね。はい、まあ、長瀬さんは研究家ですし、まあ、序盤、はい、基本的に早いんですけど、うん、まあ、佐藤さんの方は逆に言うと、まあ、すごく構想を練るのはすごく何ですかね、得意というか、序盤で考えることが多いので、まあ、そういった時間の配分は気にしながら指してるでしょうね。うん、はい、あ、で5八金と指されましたね。はいはい、で現在はここまでの局面です。はい、こちらはまだまだ駒組み、いやでももう数手で駒がぶつかると思いますね。でも大きくはちょっと大丈夫ですか。まだまだ、まあ、差がつくのはまだまだ先だと思います。はい、じゃあこちら行きますか。じゃあこちら行きますか。はい、テンポいいですね。はい、はい、で、3七桂に対しまして、はい、5四銀としました。はい、で3六銀、これさせましたね。これやりたかったんですよ、これ。うん、銀使いたかったですもんね。はいはい、で6三金、はいはい、ということで、はい、まだ激しい戦いにはならなかったですね。そうですね、でも本当にもう戦いは間近に迫ってますね。はい、で今後はいかがですか、この局面は。この局面は一応銀を先手も使えるようになりました。はい、まあ、いい位置にまた配置して、全部の駒使えてますので先手としては、はい、まあ、まあまあなのかなというふうに思いますけど、後手もね角を高所にこう据えてこう睨んでますので、うん、はい、なかなか攻めかかるのは容易ではないですね。ただここでうまくさせればというところなので、うん、野月さん力の出る展開ではないですかね。はい、
まあ、野月八段というとこう攻めの将棋というイメージがあるので、まあ、どんどんこう積極的に動いていくイメージがありますよね。まあ、今のところちょっと我慢して指してますけど、どっかでやはりその持ち味の攻めっていうのは出てくると思うので、まあ、それがどこで発揮されるかだと思いますね。はい、ということで、まあ、現在はこの局面で野月八段が消費時間14分、そして渡辺名人が17分ということですね。はい、はい、まあ、まだまだ時間を残されているので後の戦いに備えてます ね、 すね、はい、はい、ということでまたこちら行きますか。ちょっと少しお話しましょうか。なんかちょっと、ね、せっかく先生名古屋はよく来られますか。名古屋はそうですね、比較的、まあ、対局でも、はい、お伺いしたことありますし、すごく将棋盛んな土地なので、いつも歓待を受けてありがたく思ってます。はい、昨日入られたんですか。はい、こちらに参りまして、そうです、今回は明日もありますので、はい、まあ、2泊ですかね。うん、何か召し上がれました。昨日夜は、夜来たの遅かったので、まだこちらの名物的なものはいただいてないので、あ、そうなんです。まあ、今日のお昼と夜は楽しみにしています。私昨日は味噌カツ、あ、いいですね、味噌カツね、はい、味噌カツをちょっと調べて、はい、食べました。私も名古屋には何度か来させていただいてまして、はい、東海の研修会とかの育成機関がすごく盛んに、ね、されてますよね。お子さんたちの養成を熱心にされていまして、養成はすごいですよね。本当に最近はね、瀬戸市で藤井聡太さんが、はい、出てきまして、うん、いや本当にもう名古屋はね、将棋界の日本の中心になりつつあると言っても過言ではないかなと思うんですけど、いや私昨日ちょっとたまたま電気屋さんに入ったんですね。はい、でそしたらおもちゃコーナーのところにやはり将棋コーナー、将棋グッズコーナーっていうのが大きく取り扱っていただいていまして、はい、やはり藤井聡太先生の写真とかバーンとこう貼ってあって、さすが名古屋だなと思って。いや愛知県は何ですかね、普及指導員さんという連盟の資格、将棋連盟の資格があるんですけども、はい、子どもたちに将棋を教えたりですとか、それが日本一こう多い県なんですよ。そうなんですか。東京よりも多くてですね、はい、そういった育成に関しては本当に日本一の人と言ってもいいでしょうね。うん、なんかね、女流棋士もねどんどん増えてきますし ね、はい、ね、楽しみですよね。まあ、こういったイベントも、ね、させていただいてますし、すごくそのご理解いただいていて、うん、去年ですかね、名古屋市さんと将棋連盟の方で、はい、連携協定ですか、そういうのを結ばせていただいたみたい で、はい、お互いにその将棋の発展のためにそのやっていく、進んでいくという、まあ、そういったなんか声明みたいなのも出てましたし、大変ありがたい土地だと思っています。はい、先生も最近なんか将棋の発展ということで YouTuber になられたということで、名古屋と関係ないですけど、いやでもそのお話もちょっとお聞きしたいんですけど、はい、で私先日見させていただきまして、ありがとうございます。なんか楽しくてもずっと見ちゃったんですけど、なんかいろいろゲームとか、あと鈴木環那さんとご一緒されていて、はい、鈴木環那さんが先生に鍛えていただいて、はい、勝率がすごい上がったというふうに、はい、それはいいことで、大変喜んでいました。それはありがたいですね。はい、いや私もぜひ先生お願いしたいんですけど、はい、あ、そうですか、じゃあ今度遊びに来てください。じゃあぜひゲストでではお越しいただければ。いやいや、でもなんか出るためにはなんか条件とかあるんじゃないですか。はい、先生、条件、いやあんまりないんですけど、はい、そうですか。お弟子さんも取られましたよね、女流棋士の。あ、そうですね、野原美蘭さんですね。富山県の、高校生なんですけど、はい、アマチュア機械で活躍して最近ジュルプロになりましたので、まあ、本田さんや先輩たちに鍛えてもらって、これから、いや私鍛えられましたよ、逆に鍛えられてますから、伸びてくれればなと思ってます。いやなんかお手紙を書かれた、お手紙を野原さんが森内先生にお願いするのに書かれたっていう、はい、あ、そうですね、はい、それほど、それまで何ていうんですかね、自分はその将棋連盟の普及担当の理事などもやっていたのでお会いする機会はあったんですけども、まあ、それほどたくさんお話したというわけではなかったのでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、今度は女流プロになるかもしれないので弟子にしてもらえないかというようなお手紙をいただきまして、それでまあ実際にお会いして。まあ、お話したりとか商業させたりして、それでまあお引き受けしたという、そういった、はい、経緯がありました。なんか
文章を読ませていただいたんですけど、はい、その記事を、はい、あの入門するにあたってのなんか条件みたいなのを何か森先生あるん条件というわけじゃないんですけど、まあ、いくつかその質問をして、あのまあ、それも踏まえて判断したというところです ね、 うんねやっぱり女流棋士と棋士はまだお弟子さんはあいないですあの、はい、男のあ男性の弟子はいないですね、はい、やっぱり女流だとちょっとなんかいろいろとあの違いますかねそういう、まあ、仕組みが全然違いますんでね、やっぱり男性の場合はその、まあ、小学生とかで弟子にしたとしても、はいまあ、修行期間が長いですし、はい、なかなかその奨励会を卒業してプロになるというのは、まあ、簡単なことではないので、まあ、すごく、まあ、大変だと思うんですけども、まあ、女性の方が比較的プロにはなりやすいというところもあって、はいまあ、そこは大きな違いかなと思いますね、まあ、でも今後もね野原さんすごい活躍されると思うので、ね、皆さんぜひ、ねはい、楽しみにしていただきたいですねご指導よろしくお願いします私の方こそよろしくお願いします、はい、ということでではどうしましょうかじゃああちら側はい、はい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 、でこちらですが、はい先ほど、まあ、5八金まで解説していただきました、はいはい、そして6二金ですね、はいはいはい、で3五歩行きましたね、はいはい、ということでだんだんあの指してもあのスローペースになってきましたね、はいはい、現在の局面はこのまま。うん、ここついてしまうとも収まらないのでお互いただ本当にもうあまりやりたい手がないんですよ、はい、先手の方は特にもう今最善形で、まあ、これ以上指してもあまり、まあ、端つくとかはありますけど、うんまあ、攻めるなら3五歩からですからもう単純にいってしまうということですね、うんはいまあ、同歩同銀となれば、はいまあ、銀が進めるので、はい、そうですね、はいまあ、調子はいいんですけどただあの、まあ、後手に歩を渡して、はいなんていうんですかね、まあ、7筋から逆に攻め込まれるのが予想されますので、はい、ちょっと先手も怖いところで例えば7五歩と突かれまして、はい、あもうこの瞬間に取りますと、はい、で同歩と取るとどういう攻めがありますかね、まあ、いろんな攻めがあって、はいまあ、筋としてはまあ7七歩と打ったりとか、はい、すぐにあとはまあ6六歩を突くとか他にも8六歩と打ったりとか、まあ、この辺がまあ狙いで、まあ、この例えばこういうのは取ってでまあ、歩を打てばここにこう回ってきてあそっちがあるんですねこの出た銀の裏を取られてしまうので、はいまあ、もちろんこんな簡単にはいきませんけど、まあ、こういった反撃があるので、まあ、こちらもね、はい、先手も攻めるのはなかなか大変なところなんですけど思い切って3五歩と突きましたので、うんまあ、同歩同銀7五歩は予想される展開です、はいはい、で現在の局面は3五歩ということで残り時間が永瀬王座が25分、そして、はい佐藤七段が21分ということになりますね、はいはいうんまあ、あの対局室の方なんですけれども、まあ、お客さんが、ね、見て公開対局になっているということなんですけれども、はい、公開対局っていうのはいかがですか棋士にとって対局者は、うん、公開対局もいろんな形があってですね、はい、まあ、朝日杯でも私名古屋の対局はないんですけど準決勝まで進むと、はいまあ、東京の有楽町でですね、はいうん、公開対局があるんですけど、まあ、その時は準決勝は舞台上ではなくて別室で、まあ、椅子で対局してそこを取り囲むような感じで指してですね、はい、決勝の方は舞台で1局だけの対局なのでちょっと今日とは形式が違うんですけど、はい、やはりなんていうんですかね、まあ、公開の対局は普段の密室とはちょっと違った、うん、趣がありますしやはりまあ多くの方に見ていただけるチャンスですので、まあ、張り合いがありますよね、まあ、いいところ見せたいなという気持ちは湧いてきますよね、うんはい、ということで、まあ、2つとも、まあ、まだまだ局面の方は、はいそうですね、はい、はいはい、ここでですね、杉本先生がいらっしゃいましたので、解説に上がっていただきたいと思います。それでは森内先生と交代ということで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。あ、はい、私は交代はしないですね、少々お待ちください。残留です、残留、はいはいはい、どうもありがとうございました。それでは、杉本正隆八段です、よろしくお願いいたします。はい、あ杉本八段どうぞよろしくお願いいたします。杉本先生は、はい、こちら名古屋
そうですね、あの、はい、あの地元の名古屋生まれの名古屋育ちですので、はい、あの、まあ、今回名古屋対局というのも多分3年目になるんですかね、この再開での、ね、はい、名古屋対局って3回ともあの、はい、切れまして、あの、ね、毎回解説、あの対局じゃなくて解説ですけどね、はい、一応可能性はね、全棋士あるんですけど、はい、自分もそのつもりで予定はしてるんだけど、はい、まあめでたくというかね、あの解説でいつも呼んでいただいてます、はい、でも先生、あの対局始まる前に、あの準備してる時に先生記録係の方ですって、眺めてましたよね。対局者ね、あの映像で映ってますよね。で後ろね、あの記録係が、ね、あのね、少年奨励会の子が、ね、勤めてるんですけど、いやどういう風に見えるんかなってね、はい、会社前に座って、様子を見て、ね、あの立ち合いの、ね、あのそういう役目もある感じですね。あのやっぱり記録係から見て、あのちょっと距離が遠くて番が見にくくないかなとかね、どういう感じで見えるかなって、うん、あのやっていたんですけど、はい、森内さんもその、横の、番の方で、ね、同じように座ってられて、ね、朝日の方がね、あのシャッターチャンスですごい写真撮られてましたよね。そうですね、名古屋の方はいかがですか、将棋の方もすごい盛り上がってると思うんですけど、ね、さっきお話、ね、森内さんと話してるの聞いてて、はい、いやちょっとちょうどいいところで私ちょっとトイレ行ってしまって聞けなかったんですけど、ユーチューバーの話とかね、もう一回話しましょうか。私もね、森内さんのチャンネルね、あの、やんなこと関係ないんだけど、あの登録してないんだけど、あの、見てて、あれ再生と登録ってまた違うっていうか、そうですね、登録しない、ね、登録重要みたいですね。結構あの再生回数には貢献してると思うんですよ、私。あ、いや私も貢献してますよ、森内先生いないですか、もう帰ってしまいました、いないところでこんなに褒めてもね、いらっしゃいましたね、でも登録はしてなくて、ね、いや、ね、明日から、いや、あの今日家帰ったら登録します、はい。そうですね、はい、関東ではあの結構 YouTuber になられる方多いんですけど、そうですよね、いろんな方、ね、チャンネルがなんかあって、はい、もうね、うん、あのどん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 ね、あの皆さん発信されるなと思いますよね。関西はいかがなんですか。関西はね、あの織田さん、あの YouTuber からプロになったってね、はい、あ、はい、あの方がね、やっぱり、うん、一番第一号というかね、走りでしたよね、はい、あと、となりさんって始められたじゃなかったかな、確か。うなずいてらっしゃるので、そうですよね、確か、あのまだ、すみません、私見てないんだけど、うん、あの、はい、やっぱり全部チェックしなきゃダメですかね、それだって、それ棋士たるものを他の棋士の、なんていうかね、いや、そんなことないです、そんなこと。例えばあの渡辺明さん の, そのブログとかも、よく見たら勉強になるじゃないですか。あ、そうですね、だから、ああいうのもね、うんうん、あのね、見なきゃいけないなと思ってるんだけど、なかなか今多すぎて見きれないなっていうね、はい、いやでも本当に名古屋は今盛り上がってますね、うん、この数年、はい、ね、まあ、今回この、ベスト16までですか、はい、本戦勝ち残ったメンバーなどご覧になっていかがですか。はい、あ、はい、そうですね、まあ、改めてその、はい、タイトルホルダーのね、その4名があの左側のまあブロックに入ったっていうのが、まあ一つ印象的というか、はい、ですからこの、うん、名古屋対局にタイトルホルダー4人が、全員集まっているということでいいのかな、うん、やはりこう名古屋を意識されて皆さん残られたんでしょうかね。いや、あのこれ普通に抽選の結果だと、まあ、厳正なる抽選ですけど、ね、狙って名古屋対局があるから、こっちのブラックで行ってとかで、はい、多分行っても、ね、入れないから、これは本当に抽選の、ね、あの巡り合わせだと思うんですけど、ね、でもこういう公開対局でそのタイトルホルダーが集まっているというのは一つ、ね、うん、大きな注目ですよね、うん、でもあの、ね、今回 の、ね、その、はい、佐藤真也さんであったり野月さんというのは、うん、二次予選で本当にそうそうたるメンバーを任せて、ね、例えば野月さんはあの羽生九段に勝って本戦進出ですよね、はい、うん、佐藤真也さんも、佐藤康光九段に勝ってですとかね、はい、あのまあ、一次予選二次予選ってやって勝ち抜かないとなかなか本戦って基本的にみんな出れない、うん、トップの方は、ね、本戦シードなんですけども、はい、基本的にだいぶ勝たないと本戦入れないんだけど、うん、多分佐藤真也さんと野月さん5連勝ぐらいされて本戦、うん、すごいですね、もう優勝でいいですね、5連勝、いや、まあ、それはちょっとまだ、ね、まだ認めてくれないけど、ね、だから、ここに来るまで、ね、すごい勢いをつけているということはありますよね、うん、じゃあ、まあ、勢いのあるそう、ね、お二人がタイトルホルダーを相手にどのような将棋を見せるかというのも注目の、はい、一つであって、はい、ちょっとじゃあ将棋のことで、ね、はい、ここでですね、はい、あの宮宗さんが準備できたということで、もう私はもうすいません、いえいえ、また後に疲れるでしょうから、わかりました、いえいえ、はい、あ、では皆さんありがとうございました、本田先生どうもありがとうございました、はい、失礼いたします。
とうございます。はい、それでは宮宗氏の女流二段です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。対局の方を早速見ていきますか。そうですね、はい、まあ、ちょっと今本田さんと結構雑談してたんで、たくさんいろいろ面白いお話を聞かせてもらって、雑談もしたければ使いますけど。宮藤さんってでも、はい、名古屋何度も来られてますよね。そうですね、もう結構何度も来させていただいていて、ね、はい、イベントでしたり、JT 杯などでしたり、切手とかね、はい、そうですね、 JT、 そうですね、よく前から以前から読んでいただいてましたですよね、はい、でもあれ私が解説して聞いてしていただくのって初めて、はい、もしかして。そうですね、おととしぐらいに人間将棋で天童で行った時に先生と解説ではなかった。ごめんなさい、すいません、すごいした、そうでしたね。いやいや、覚えてますよ。人間将棋、そうそう、はい、いや覚えてます、覚えてます。でなんか藤井先生のなんかお話なんかもトークショーで、いやいや、聞かせていただいた、そうそうそう、掃除機以来ですね、全部覚えてます、はい、先生お忙しくて、テレビなんかもすごい何度も見させていただいて、杉本先生出てると思って。なんか同業者の方に言われるのってすごいなんか 妙な気分になるというかねえ。でもね、本当にこの数年将棋、ね、はい、取り上げていただく機会が増えて嬉しいですよね。そうですよね。まあ、その中でもこの愛知県、はい、また名古屋というのはね、はい、まあ、富士二冠のね、まあ、生まれ育った地でもあるので、そうです ね、今回もね、この名古屋対局というのも、はい、まあ、さっきもお話したけど3年連続ですかね、行われてますし、ちょうど皆さんの、ね、はい、後ろにこの協賛会社の、ね、はいはい、スポンサー様の、はい、お名前が、ね、はい、たくさん連ねてあり、はい、れてますけどね、たくさん の、ね、企業の方に、ね、ご協力、ね、はい、ご理解いただいて、ね、そうですよね、もう地域全体でこう将棋に熱を入れてくださっている感じですよ ね、 ね、地元の棋士として、ね、本当に嬉しいんですよ、はい、はい、はい、ということで、はい、ともさしても進んでるんでちょっとね、あ、そうですね、見ていきましょうね。しましょう。こちらが、7号房ぐらいですか、永瀬王座の方ですね、はい、はい、3五歩同歩同銀に、はい、7五歩とついて、はい、で2四歩と、はい、はい、そうですね、2筋合わせていきました、まあ、棒銀のように2筋から突破しようということですね、はい、玉がこの4二にいるので割と近いんですよね、はい、だからかなり迫力ありますよ ね、 そうですね、まあ、これは1回は取るしかないですか、はい、同歩ですね、はい、に同銀と出まして、はい、現在この局面までなんですが、はい、確かに本当に玉に近いところなので迫力がありますよ ね、 これこの次に先手の番が来ると、はい、たちまち有利になるんですよね、はい、これ次2筋攻めてるから次こんな風だと思うかもしれませんけど、はい、こうじゃなくて、あ、違うんですね、次の狙いは、はい、こうなんですよ。あ、そちらですか、三三歩と、まあ、何かで取りますけど、まあ、王様では当然取れないんで、はい、一番まあ安い駒というかね、取られても被害が少ない桂馬だと思うんですけど、はい、それからこうやると、なるほど、角が動けなくなるんですね、積んでて、でこの歩を打つことによって、はい、この斜めのラインを止めて止めさせるという効果があるんですよね、はい、これが狙い、真の狙いでして、はい、じゃあ何か受けるとか何か、はい、しないと佐藤信也さんとしては何かここで対応しなければいけないという、ね、一例としてこの狙われている駒を交換してしまうというのは考えられますよね、はい、例えば一回交換しておけば、はいはい、同銀と、はい、これだけでだいぶ楽になるんですよね。そうですね、そうですね、まあ、なってくるとはイベントしてあるので何かここで、はい、それを受けるか、はい、角を持ち駒にしたので、何か例えば5五角のような感じで、はい、飛車を狙うか、はい、こういう形ってすごい攻め込んでるのは間違いないんですけど、はい、まあ、同時に、はい、まあ、ちょっと危ないところもありまして、はい、やっぱりそれはこの飛車がここに効いているからなんですね、はい、この一応銀取り、まあ、紐はついてるけど、うん、狙うことができるので、はい、例えばですけどなんか歩でも叩いて、はい、同飛車で何か、はい、そうですね、角をなんか打って飛車取りとかいうのもあるんですね、はい、これ横とかに行ってしまうと、ね、横に行くとなんかこの銀が浮くんですよね、はい、この飛車で取られてしまうということですね、はい、まあ、縦に行き続けるしかないわけなんですけども、はい、ね、で
またなんか狙われたりとか、ね、将来的に、はい、そうですね、こういう筋も残ってくるので、はい、ですからこの2四歩同歩同銀と進んだ形は、はい、お互いね、狙ったり、はい、狙われたりと、そうですね、多くて、はい、激しい戦いに突入するであろうという、うん、2四同銀までですね。そうですね、はい、まあ、ここで佐藤七段が悩まれている様子が、はい、そうですね、伝わってきてます、はい、佐藤さんは、はい、割とじっくり考えられる印象がありますよね、持ち時間を使って。あ、結構長考派というか。そうですね、私も何度か対戦、はい、したことあるんですけど、持ち時間いっぱいいっぱい使って、はい、もう序盤から持ち時間を使って投入して考えられる印象ですよね。まあ、本棋戦はこう早指しの、ね、40分なので、ね、はい、反射神経も大事なんですけども ね、 そうですね、ここまで見事に勝ち上がってこられて、ね、ここまで本当に勢いも終わりで、佐藤信也さんもあれですよね、はい、もうなんていうかメディアでよく見ますよね。そうですね、もう皆さんご存知かなと思いますが、ね、かつらげっていうの。そうですね、今日は今日は対局で、そうね、対局の時はしない、はい、解説の時はするんじゃないかな、はい、多分なんか多分使い分けられてると思うんだけど、なんか昔、はい、佐藤先生がそれこそそのかつらげを始めた頃に、はい、私そのこの朝日杯の、はい、大盤解説会を東京でご一緒させていただいたときに、はい、本当にもう10年ぐらいとか前ですね、はい、なので初めて見てもうすごいびっくりしてもうすごい衝撃でした、うん、いやでもやっぱり一回あれぜひ皆さんも生で見ることをお勧めします。そうですね、というのも、まあ、変な話だけどね、なんか、はい、ね、ぜひこちらにも ね、 ね、見たいなって言ってもそもそも見れるもんじゃないんだけど。そうですね、はい、いや棋士も個性の時代だなと思いました。そうですね、本当に、はい、じゃあ、はい、じゃあ、5銀までで、まあ、次の手が悩ましい、ちょっと進みました。角だけ交換しましたね、はい、8八角成同銀と、はい、で現在ここまでということですね、はい、やはり角を楽にしてということですね。そうですね、はい、まあ、次の手がまたちょっと悩ましいかなっていうね、ご提案としてはね、はい、ね、まあ、改めて永瀬さんはね、もうそのタイトルホルダーとしてね、はい、もう将棋界の顔ですけどもね、藤井二冠と研究会してるっていうことが ね、 あの結構有名だったり、さんの藤井、そうですね、何度か私もその場面に、はいはい、遭遇したことがあるというか、あ、そうなんですか、先生も混ざって対局されたんですか。いや、私混ぜてくれないんで見てるだけなんだけど、まあ、でもなんだろう、 お弁当買いに行ったりしてね、お弁当お茶出したり、ね、お昼の準備ができましたとか言ってね、おかしくないですか、ね、いやいや、なかなか勉強になるんですよ。だから結構永瀬さんもう名古屋に来てる回数多いんじゃないかな。VS されに来るんですか。そういう時もあります、まあ、東京でやることもあるでしょうけど、はい、あ、そうなんですね、名古屋でやることもあるみたいで、はい、ね、そういう意味では縁が深いこちらの地域の、ね、ね、方ですよね。お二人はとても仲がいいということなんですね。やっぱり波長が合うというか、考え方がね、切磋琢磨しつつも、ね、いつもご飯も食べてる、ずっと将棋してる、研究してる、はい、また永瀬王座がこう面倒見がいい性格 で、ね、なんか結構後輩をこう育てるのが割と上手に育てられてたのもあったりして、はい、後輩にも慕われて、そうですよね、はい、印象がありますよね、なるほど。明日藤井二冠対局で登場ということですよ ね、 ね、はいはい、ね、だから今回ね、今日と明日でタイトルホルダーが4人ね、はいはい、ね、そうですね、来られるということで、はい、今日も楽しみだし明日も ね、 また楽しめるということで ね、 でね、はい、はい、これ今回ってなんだろう、なんか見れてる方って、はい、なんて言うんでしょうね、その2日間の投資券みたいな、あの2日見れるみたいな、どうなんちょっとシステムを私はあんまり実は知らないんで、これ明日も来られるってこと、今日だけなんですか、ちょっとあれなんかな、明日も来られるのかと思ってました。あれ明日も来られる方とか、なるほど。あ、そうなんですね。はい、でもあれですね、やっぱり今ってね、その緊急事態宣言も出たりして、ね、なかなかね、その開催できるということもね、はい、やっぱりそれだけでね、本当にありがたいことだし、ね、はい、ね、来ていただけた方もね、本当にありがたいなと思いますよね。
ね、また映像を、ね、テレビなどでご覧になっている方にもね、はい、そうですね、今日はあの放送もされているみたいですの で、 そ う、 です、ね、のそういう方にも楽しんでいただけたらなと思います。はい、そうですね、はい、交換して同金までということで、そして話している間にそうなんですね、はい、話が短いからちょっと話していると絶対進むんですよ ね、 そうですね、なかなかあっちの将棋に行けない早く行かないとですね、はい、22歩と打ちました、はい、これね、一番冷静な手ですね、はい、これは、はい、2三銀成を防ぎました、うん、はい、で2三歩と、まあ、打てば、まあ、攻めは続くんですけど、はい、これをこのまま放置しておくんですよね、はいはい、同歩じゃなくてこのままにしておけば、はい、あ、取らない、2二歩成となっても同銀で、はいはい、まだ大丈夫なので、はい、2二歩というのは非常に硬い手ですね、はい、で2三歩とは打たずに、はい、7五歩とこちらの歩を取りました ね、 ね、こういう相手がへこんで受けた時というのは、はい、あのそこはあんまり触らないで、はい、だから相手がしゃがんで謝ってるのに、はい、もうそれを上から踏んづけるみたいな手というのはあんまりやらない方がいいよという、はい、ということはしない方がいいんですね、まあ、これが大人の態度というかね、なるほど、ちょっとこちらということ、はいはいはい、で、で6三銀と、あ、結構進んでるんですね、はい、現在ここまでですね、はい、はいはい、これはあのここから意外と渋い戦い、例えばですけど立て直すような、はい、ね、2筋じゃなくてもう、ね、引いて引いてみたいな、はい、真ん中に使うとかね、はい、そういうこともあるかもしれない、なちょっと駒組みがもしかしたら、ね、始まるかもしれな い、 な7七銀というような手もやりたいですね、はいはい、あでもここでもう佐藤七段残り2分ということなので、残り2分ですか、はい、ここで残り2分って考えてますよね、うん、そうです ね、 ね、いや持ち時間を、ね、どのように配分するのかっていうのは本当に人それぞれですけども、はい、やっぱり佐藤さんって本当にね、あの考えたいときは考えるんだっていう信念を感じますよ ね、 すね、永瀬さんはどうですか、永瀬王座は20分ぐらいあるみたいですね、だから半分ぐらい使って40分のうち20分使ってまだ20分あるという、はい、結構この差は大きいので、はい、局面は、まあ、まだまだ本当これからなんですけども、はい、まあ、永瀬王座としては、ね、うん、あのまあ、ここまではいい感じ で、 そうです、ね、持ち時間の差も含めて、はい、巧みに指している感じですね、 そっちの局面がすごいことになってるらしいので、はいはい、ぜひ解説をお願いいたします、はい、そうですね、対局者の時間のペース配分も難しいけど解説者のペース配分もそうですね、難しいですよ、なかなかこれそちらも、はいはい、こちら3六銀まで、3六銀ですね、なんかだいぶ進んでるのかな、はい、はい、で、6三金と上がって、はいはい、5六歩と、あ、5六歩、はいはい、つきまして、6二玉と玉を距離に5八飛車と、5八飛車、なるほど、中央に使うんですね、こう狙っていったということですね、うん、なるほど、で3三桂と、うん、はい、跳ねまして、で4六角と角を合わせました、はい、手放しましたか、はい、はい、まあ、ある種の決断の一手ですよね、はい、この角を打たせてこの角を何か攻める、はい、いじめるような感じで指すのかなと思ったんですけど、うんうん、角換を、はい、これだとまあ交換になりますね、はい、ましたか、同角、はい、で同金と、もう中央から5五歩という感じで、ね、攻めていきたいんですね、はい、だから4四歩ですか、あ、6四金と力強く上がりましたね、はい、そうですね、これはあの銀の逃げ道を作ったという意味ですよね、はい、例えば突くと、まあ、6三銀ということになります、だから攻めというよりは守りの手ですね、はい、うん、はい、で4七銀と銀を組み替えて4四歩と、はい、こちらですね、引かれまして5五歩、はい、さあどっちに引きますかね、はい、6三の方に引きました、はい、やっぱり玉に近い方ですね、はい、守りを強くしました、結構手が進んでますね、はい、で4五歩と、ああ、はい、なるほど、力強い、積極的に進んで同歩同桂ですね、同桂と、同桂、はい、はい、交換ですね、同金と、はい、で、2七角と、うーん、裏から、そうですね、角を打ちましたね、中央はやはり先手が制圧しかかっていますから、はい、もうここで戦っても得策ではないということで、はい、横から側面から、うん、はいはい、攻めようということで角を打ちました、はい、金取りに見せかけてますけども、はい、真の狙いは、はい、こちらですね、ね、はい、まあ、もちろん金を取らせてくれるならもちろん取りたいけど、はい、まあ、絶対なんか守るでしょうから、はい、その時に飛車を攻めるのが玉が近いですからね、で、3六角と角を合わせたんですね、はい、これは、まあ、
金取りを受けたと同時に斜めのラインも浮いてますね。はい、今度は、まあ、これでしたら同角成と、うん、まあ、こっちになる手もあるんでしょうけど、はい、これ銀が飛車の紐をつけているのでそこまで厳しくないと見たんでしょうね、うん、それよりも形を乱したいと、はい、だから同角成ですか。はい、同角成同銀と、銀、はいはい、進みまして、で、4四歩と、4四歩ですか。そうですね、ですね、はい、これはあの先手の銀を移動させたことによって、はい、この歩が生じたんですね、はい、これはまあ、取れるじゃないですか、はい、で取るとどうなるかっていうと、はい、この時はできなかったけど、はい、この時はできる手が後手からあるんですよね。何でしょう、ね、何でしょう。角なんですね。角を使うんですよ。はい、角をここに打てば王手ですか。はい、王手と香取りじゃないですか、はい、両取りがかかるんですね。なるほど。でさっきはここに銀がいたので、はい、打てなかったんですね。移動させたからこういう手が生じるようになったということで、はい、だからこの4四歩はちょっと取りにくいですね。取れないだろうと言ってるんですね、はい、で実際ここで5四歩とついて、うん、まあ、確かに金を取ると成られてしまいますね。はいはい、これは先手が、はい、もう勝勢になりますから同歩ですか。はい、同歩と、はい、取りまして、でここで4四金と、あ、取りましたね。でも取るんですね、まあ、確かに引くとちょっと悔しい、まあ、引いても角はあるんですよね、はい、やっぱり金取り香取りであるので、はい、どちらか取られてであるならば前進して攻めようと、はい、まあ、実際この玉の小瓶狙ってますからね、はい、で角は打ちますか。4六角、はい、さあ玉引くんですか。はい、はい、そうですね。6九玉に4三歩と、うん、まあ、取れる香を取らないで、そうですね、いつでも取れるからということですよね、はい、で5三角ですか。はい、こちらも王手を引かしたんですね。なるほどですね。激しいですね。やっぱり野月さんって攻めなんですね、はい、棋風が、はい、なので、はい、まあ、バリバリね攻めて、はい、もうね、うん、攻め合いで切り合いで勝負しようということですよね、うんうん、で、まあ、王手なので7二ですか。はい、7二に、ね、はい、ちょっと5二の方が怖い感じが。そうですね、やっぱりこの飛車のラインに入りますからね、だから飛車とか角とかその飛び道具のラインに玉が入るのってあまり良くないんですよ、はい、直接的には、まあ、今すぐは大丈夫かもしれないけど、いずれ何か、ね、あのひどい目になってしまうかもしれないので、ね、まあ、具体的には何でしょうね、例えばこう切るとかっていうこと、切って、はい、さっきだったら同銀もあったんでしょうけど、今度同銀だと飛車走ったら王手になってしまうっていうこともありますよね、はい、まあ、同角でどうなのかっていう話はありますけども、はい、こういう展開の時にやっぱりここだとちょっとこの金にも近いしこの飛車からも狙われるんで、はい、こっちに離れている方がいいんじゃないかと。そうですね、ちょっと危ないですもんね、こちらの方が。ということで7二玉なんですよね、はい、で7二玉に5六桂とどんどん攻めていきますね。さすが野月さんという感じの鋭い手ですね、これ。これ鋭いですよ。はい。とっても次取られてしまうので、まあ、でもこの金も取れるじゃないですか。はい。で桂馬で金取りと歩で金取りだったら、歩の方が歩で金取りの方がいいんですね。はい。というのは桂馬で金取っても取り返されちゃうと、ね、はい、金と桂の交換ですから。対してこの4四歩って金の丸得ですからね。はい。これはどうなるんですか。あ、ね、でもこう進んでますね。あ、こう進んでるんですか。はい。あ、すごいですね。いや、いやこれ当たった私がすごいんじゃなくて、この対局者のこの踏み込みがすごいっていうね。いや先生もすごいですよ。いや、これ別に言っちゃなんだけど、プロだったら誰でも予想はできますよね。そうなんですか。ただこれを選ぶのってすごい勇気がいるんで、これどちらも勇気あるなっていうか ね、踏み込んだなっていう気がしますね。取れば何かがあるから打ってるわけですよね、桂馬。ね、だから取ってこいと言って、ね、はい、この4四金を逃げずに打って、はい、ね、じゃあと、ね、取ってやるぜみたいな感じでね、うんうん、取ってもうお互いの読みが、ね、ぶつかり合ってるところですよね、はい、もう取ったでしょう。はい、取りました。6四桂と。これ残り時間ってもう両者どんな感じですか。もう ここで10分切ってる感じですね、はいはい、あ、でも両者バランスよく。そうですね、10分と8分ですね。なるほど、なるほど、はい、はい、
で6四桂同銀。同銀でね。はい。に6二金同手を今取った金で、はい。そうですね。これ銀で取るのはもう必然で同角だと金を打たれてまずかったんですね。はいはい、これでまあ逃げる一手で逃げて、でこれを取られてしまっていたんですね、はいはい、また今度角に当たって、はい、で取って取り返すみたいな感じで、はい、銀一枚余分に取られてしまう、はい、じゃあ銀で取る一手だと、はい、だから6四同銀はこれしかなかったということで、はい、それでも6二金ですか。そうですね、はい、6二金8二玉、はい、4四角成と銀取り、はい、角取りですもんね。あ、そうですね、はい、こちら取っても同角なので、はいはい、逃げましたか。次に5四馬といったら厳しいですよ。はい、これはどうなんだろう、はい、ここで、まあ、4一飛車と。で現在この局面まで進んでいるということですね。さすがのハイレベルの、そうですね、応酬ですね、はい、ですね。いや、この角なった瞬間って、はい、私先手が有利なのかなと思ったんですよ、はい、というのは次にこれ5四を待ってくれがめちゃくちゃ厳しくて、はい、ね、飛車取りだしこの辺にこういう金とか行く手もあるし、あ、はい、すごい きついんですね。七駒もいっぱい落ちてる感じですね、はい、この辺の駒も取れるしってことで、はい、まあ、紐がついてるけど取る筋もあるしってことで、だけど、はい、行ってこの手を見た瞬間に、はい、いやこれはまあ難しいんだなと。今度5四馬だと、はい、もう飛車が逃げているんですね、はい、だとこの飛車ってここに、うん、まあ、今は角はいるけど、はい、かなりの確率で成り込む筋が見えてきますよね、はい、なので、ね、いや全然難しい。例えば歩取ったから5七歩と打って、はい、まあ、一例ですけどね、はい、変化ですけどこれは、はい、まあ、例えばからね、はい、まあ、どこかに逃げたと、はい、しましょう、はい、一筋に逃げる、どこなんだろう、ここに逃げると金打たれるし、はい、ここはい、ね、そこに頑張って逃げますか、ね、まあ、例えばだけど、はい、こうやるんですね、はい、あと飛車と飛車で、ただじゃないですか、はい、ただ で, でこの飛車をズドンと、はい、なり込んで、はい、王手なので、ね、ここに歩を、ね、合駒するしかないんですけど、同竜で、はい、同玉と取る一手 でここに金を打てば詰んじゃうじゃないですか、はい、だからこういう大技をかける一瞬にして寄ってしまう、チャンスが巡ってくるね、はい、だから4一飛車というのはすごく、ね、いい手ですね、いい手なんですよ、すごい攻防の一手ですね、はい、だから攻め込まれているようでも、はい、ギリギリしのいでて、はい、反撃を狙っているというのが今の、はいはい、現局面ですね、はい、で歩が5枚で、あ、はい、あ、すいません、金がこちらですね、すいません、はい、はい、昔ってこういう大盤解説って棋譜、はい、を記録係が書いたのを実際、はい、まあ、コピーしたやつだったりその原始だったりを持ってきて、はいはい、その紙を受け取って見てましたよね、はい、で今ってこういうタブレットで見れるん で,、はい、でこれのいいところは、はい、持ち駒が確認できることなんですね。あ、今いっぱい変化やったじゃないですか、はいはい、で持ち歩が分かんなくなるときが、はいはい、まあ、分かんないって言ってしまうと棋譜用紙だけだと、まあね、ちょっと元もないんですけど、まあ、時々ね、はい、まあ、運悪く間違えてしまうこともあるんですね、はいはい、悪くがあったよとかっていうことに、ね、そうそう、だからあんまり激しい変化ってちょっとねやりにくかったりするんですよね、はい、もう解説者の先生任せなんで、そうそう、でタブレットがあれば、はい、もちろん何枚でしたかねとか聞いてあ3枚ですねとか言われて、はい、あそうでしたかって言ってね、はい、間違える心配がないという、はい、良さがありますね。で、5四馬寄りましたね。あ、それでも寄りましたか、はい、あ、ごめんなさい、5七、あ、すみません、4一飛車5四馬ですね、すみません、あ、はい、はい、5四馬でで5七歩と、はい、でもうちょっとこれでよかった、もうちょっとある後手多かったでしたっけ、5四馬の局面って、ですね、ここで歩が2枚ですね、あ、2枚、もう1枚、ね、はい、ですね、でそちら歩が5枚ですね、はい、早速確認、はい、で5七歩と、はい、これはで、ここ、はい、はい、ここしかそうですね、だからここだと本当にこの手があったかもしれませんね、はい、ね、だからこっちなんですね、じゃあ実証と、はい、で2六桂と打ちました。なるほど、飛車がほとんど詰んでいるということですね。ここに行っても金打てば飛車は取られちゃいますし、はい、ここは桂馬ついてるからいけない、ここはいけるけど、はい、もうそれでも金打つ手はありますもんね、ベタッとそうですね、大手金取りですね、はい、まあ、これで勝ちかどうかっていうのはまた別の話なんですけども、はい、大手が勝つかどうか分かりませんけども、はい、こういうね、
っぱりちょっと玉がここなので飛車渡すと速いっていうこともあるんでしょうかね、はい、そうですね、ね、まあ、改めてね渡辺、はい、三冠、はい、名人、ね、はい、世界の本当にトップ、はい、中のトップですけども、はい、ね、あの昔はなんか玉を固めて、はい、細い攻めをつなげるイメージがすごく強かったんですね、はい、穴熊であったり、はい、実戦的に勝つという、はい、でこの数年は玉の薄い将棋をよくされている印象ですよね。で以前はこの、まあ、右玉っていうか玉がこっち側に行って、はい、この飛車が一段目に行って、はい、これ薄い将棋ってあまり刺されなかったイメージですけど、見事にそのスタイル、まあ、モデルチェンジというかね、その、はい、そうスタイルを変えられてきたなと、現代将棋に、ね、どんどん合わせてこられてるなという印象がありますね。でも対応できるのがすごいですよね。そうですよね、そう変えたのに、でしかもね、やっぱ結果も残して、はい、残してるね。そうですね。で、2六桂で今これ止まってますね、はい、考慮中ということですね、いや先手からすると例えばこうやってこう、はい、逃げれば結構追い詰めてはいるんですね、はい、あと一歩なんですけど、はい、歩しかないんで、この後がないということなんですよね。そうですね、ちょっと少し苦しい感じですか。そうですね、ま、まあ、2六桂打ったということは、はい、後手の渡辺さんからすると自信があるんだろうなという気はしますよね、はい、こういう露骨な手というか直接的な手って、はい、あの形勢がいい時に選ぶことが多いんですよね、はいはい、相手からしても読みやすいっていうかな、次の狙いってもう絶対こうなん でそういう手って、ね、相手からすると対処しやすいんだけど、はい、それでもいいと思ってるから打ってるわけ で、なるほど、はい、じゃあ、はい、あ、一回馬入りましたね、7二馬と。野月八段はここで1分将棋になられたようですね。あ、はい、7人まで1分将棋ですか、はい、ですから野月八段としてはここは勝負どころを迎えているかもしれませんね、はい、渡辺名人の方は、8分残りあるみたいですね、はい、ちょっとじゃあ、はい、こちらの将棋見てみましょうか。だいぶ進行のスピードが違うような気がするのは、まあ、でもきっと、はい、そうです ね、あの佐藤七段も持ち時間がもうない、はい、ということだったので、ここから進んでるんですよね。そうですね、2三歩と打ちまして、はいはい、まあ、ここでやはり1分将棋になられたみたいです、はい、少し、はい、あの会場の端っこからちょっと盤面が見えにくいということなんですが、なるほど、あのもうちょっとあれ、そうですね、はい、すみません、後ろに、はい、すみません、よろしくお願いします、はい、で5二玉と玉を手に寄りましたね、はい、はい、なるほど、まあ、攻められている戦線から玉を遠ざけたということですね、はいはい、そうですね、でもこちらここまでですね、ここまで、はい、いや20手くらい進んだかなと思ったら 2手ですか、はい、まあ、そんなことってあるんですか。永瀬王座の方がちょっと時間があるということで、はい、5分ほど手を止めていたみたいですね、はい、あ、ここで止めているんですね。へ、なので、いはい、はい、そうですね、かなりのスローテンポですね、あちらと比べると感じが、こっちはまだ中盤ですもんね。ですよね、これまだ終盤じゃないですよね、はい、あちらは結構終盤に近い感じになって、はい、じゃあこのまま中盤戦のまま両者、はい、1分将棋の秒便になる可能性も高いんで、ね、もう佐藤信也さんは有名ですもん ね、佐藤七段は今1分将棋で永瀬王座残り6分ということですね、はい、で今3三歩と打ちました。3三、あ、はい、はい、5二玉に対して3三歩と13分考えられて打ったようですね、はい、はい、まあ、逃げると、はい、まあ、本当に突破されてしまいそうなので取る手が考えられるんですが、はい、まあ、ただ意外と逃げる手も全くないわけじゃなくて、はい、2二歩成同銀で、はい、これ普通先手だったらどうすると思います。先手だったら銀を成っていきますか。そう、はい、こうやったらもう突破してるように見えるじゃないですか、まあ、同銀同飛車なり、はい、なりますね、だけど、はい、この瞬間返し技があるんですね、はい、一回歩を打って、はい、同飛車と同飛車で角を打てば4五角ですか、はい、これ成銀取りと飛車取りなんですね。はい、まあ、歩をなったりする変化もあるんで、はい、まあ、これで後手がいいとか一概にはいけないんですけども、うん、一応返し技が、はい、あるんですね、あるんですね、はい、だからこのような場合で、はい、2三銀成が正解に見えるけど、はい、本当の正解は1三銀成なんですよ、はい、まあ、ならずかもしれないけど、はい、で
桂丸取れば飛車が成れる、はい、銀取れば、はいはい、桂馬を取って成れると、この飛車が桂馬を取って、はいはい、これですね、成れる、はいはい、ということで、はい、こういう風に使うのが、いや、わかりやすいです、手筋なんですよ。はい、飛車の先の自分の駒ってなるべく、はい、どかした方がいいというか、あの、はい、軽くした方がいいんですよね、うん、数が多ければいいってもんでもないんですよ、はい、2、3じゃなくて、はい、ということですね、はいはい、まあ、現在は3、3歩の局面で、ね、はい、あ、で同桂と取りまして、はい、ですね、はい、同桂ですね、でなんか今の話のように同銀成と、あ、はい、来ました、はい、やはり軽くするという意味では、そうですね、さばいてしまうんですね、はい、多少の駒損というか、はい、残ってると狙われるんで、はい、で同金、同金で、はい、に同歩成り、じゃない、同歩成りじゃなくて2歩成りですね、はい、はい、ということで飛車先が突破できた、そうですね、はい、これを止めるのは結構難しいですよ、はい、3枚でしたっけ、ね、結構その方1枚2枚3枚、はい、4枚あれば一応止まる、あの歩を打って取らせて、歩を打って取らせて、歩を打って取らせて、はい、連打して最後に1個歩があれば、はい、あの4枚目の歩をこうやれば、はい、飛車がどっかに逃げてこの時に最後に取り返すと取れば受かるという、ね、はい、ことはあるわけですが、現実には3つ、はい、歩から角みたいな手はどうですか、お言ってるだけかもしれないですね、いや、めちゃくちゃ鋭いですね、なんかそうか、なんか詰め将棋でありますよね、なんか歩が足りないときに違う駒で代用するっていう、はい、それを思い出しますね、なるほど、いい手じゃないですか、で角ですか、なるほど、はい、で上に上がれば歩が、はい、あ、そうです、今度は足りる、足りる、なんか手品みたいな、しかも、え、余ってる、余ってますね、余裕ありますね、不思議です ね、お見事ですね、なるほど、こうやってこうなれば、はい、これは受かってますね、これを回収する、はい、ということですね、はい、ですね、飛車が逃げて取ればいい、はい、じゃあ、はい、この角度の時に、はい、縦 に、あ、逃げてみますか、あ、みんなの歩打ちました、いや、さすがですね宮藤さんの言った手が、はい、急所、ね、はい、ついてました、そう進むと思いますよ、で同飛車と、で角も打ちます、絶対打ちますよ、これこの金も狙ってるし、はい、こういったらこうやるんですね、そうですね、でこうやればこの角は取られちゃうけど、はいはい、けどまあ金と交換して、はい、で最後このと金を取っておけば、ね、例えば結構薄くなってる状態ですね、これだって、はい、でどうしそんなにめちゃくちゃ後手が損したわけじゃないんですよ ね、はい、飛車も最後、はい、すごい縮みますね、飛車が遊んでますもんね、これなんか取れそうですもんね、後でもそうそう狙えますよね、はい、金とかで、はい、で、ね、金もあるので、ね、はい、さっきまでこの飛車が、ね、二筋から突破できそうな感じだったけど、はい、これもう完全に、はい、ちょっと、ね、ご隠居してる感じですね、 そうですね、はい、もうこのまま、はい、ね、はい、うん、なんか働かすことができない、うんうん、感じですよね、はい、現在同飛車まで、27同飛車までですね、はい、でもこれ 100% 角打ちますね、あ、そうですか、はい、あ、進みました、4九角に2五飛車と、はい、だから横、あの引くんではなくてやっぱり上に出なきゃまずいと、はい、2、 2、 5なんですね、 2、 5ですね、なるほど、はい、2、6じゃないんだ、はい、で歩が2枚ですね、はい、こちら、はい、で3枚ですね、ということですね、はい、どうしますか、小月先生と渡辺名人の方、ここで、2四に歩を打っても大丈夫なんだけど、ね、金を上がるという手もありますよね、はい、これも同じ意味ですね、はい、飛車が動けば2二銀 と、ね、なるほど、はい、ここまでですか、はい、はいはい、それではですね、森内先生がまたあの準備できたということで、森内先生に上がっていただきたいと思います、それでは杉本先生お疲れ様でした、この後また、はい、あの出ていただきますのでしばらく、はい、休憩ということで、ありがとうございました。それでは森内先生よろしくお願いします。あ、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速こちらの、あ、はい、あの将棋の方に、ちょっとみんなの間に、はい、なんか随分進んで、はい、お互いもう積みそうになってるんですけど、結構、はい、この後もなんかもう進んでいるみたいでして、はい、来ていただいて早々なんですけど、いやいやいや、7人は9三玉、はい、4八飛車と、はい、あ、これかっこいい手ですね、はい、ぶつ
受けまして、で5六桂と、はいはい、強気な相手ですね。そうですね、回ってきたところに対して、まあ、金とか打ってくれるとね、こう早逃げして、はい、あ、まあ、逃げて飛車を渡すんですけど、はい、まあ、ちょっとやっぱり戦力の金がなくなってしまうので先手としてはありがたいんですけど、はい、この桂がそういう強い手で、はいはい、で4七飛車と、あ、来ましたね、すごいですね、ギリギリの、大丈夫ですか。まあこう切りたくなるんですけど、はい、切って同飛車で角もらってもちょっと足りないっていうことなんですかね。ちょっと足りないんですね、このギリギリのところで、はい、こうやって取って同飛車で、これは次に飛車と金あるんでこう打たれると取って頭金で詰みますので、頭金で詰んでしまうので、角1枚で、はい、まあ、一応はね、こう入れそうですけど、飛車流れたりしちゃダメなんですかね、どっちか。うん、まあこうなってこうもう一回打つとか、はい、あとまあここにこういうふうになっておくても、あ、じっとなっておくと、まあ、おそらく詰めろになってるんでしょうね。角一枚ではちょっと手がちょっと攻めにくいということですね。うーん、しかし4七飛車はさせない手ですね、はい、ちょっと我慢というか、我慢で済めばいいですけど、はい。で8五桂とこの桂も活用します、攻めに、はい、なんか玉がいけなくなってますね、はい、ここあ、はい、で7九玉と、はい、そうですね、仕方ないですね、放置すると5八歩成から詰まされてしまうと思うので、まあ、早逃げして、はい、で5八歩成と、はい、落ち着いた手ですね。でここで4六飛車、あ、時間差で取りましたか、はい、取りましたに同飛車と取りまして、はい、で、8八玉と、はい、早逃げですね、はい、現在この局面まで進んでます、はい、先手角を持って持ってるので角、まあ、次に8二角とか厳しいので手番が回ってくるといいんですけど、はい、まあ、その余裕が、はいはい、あるかどうかですね。そうですね、結構駒がたくさん迫ってきてますもんね。ただ後手の攻め方難しくて、例えばこういうふうに取ってしまうと、はい、そういうのは良くない手で同桂と取られてですね、はい、この取った桂馬ここに打たれて次に詰まされてしまう手が出てくるので、なるほど、この銀は取れないんですよね、浮かずに取ると事件ですね、はい、ということで6八とと振りました、はい、これもね、はい、ちょっとなんかこの斜めが開くんでやりにくい手なんですけど、相当読んでるんでしょうね、これ一応ね、これ一応ありますんで、大手飛車が、はい、つい打ちたくなりますね。受かれたことないですよね、名人ですもんね。そうですね、うん、どうこれなんか受けないといけないので、歩とか受けますか。歩受けて、はい、はい、でもどうなんだろう、飛車取ると、でも今度は、はい、飛車を取るとこう取られて、はい、金取って取った時に側面の飛車打ちがきついですかね。はい、これなんかいい、あの、あ、そうです、ね、安くて手頃な合駒があるとここに打って結構難しいと思うんですけど、飛車と歩しかないんですね。ちょっとあいにくね、あの、あんまりいいのはないんですよね。うん、確かにちょっと飛車を積んでは辛いですもんね。飛車は多分詰まされちゃうでしょうね、きっとね、同桂成と取られて、なるほど、飛車は取れない、逃げたりもできなかったでしたっけ。逃げるのも頭に打たれちゃいますかね。あ、なるほど、金2枚もあるし、まあ、飛車もあるし、はい、そうですね、ここにちょうど来てるのかです、ね、これで同桂同桂成同玉、はい、8五桂ともう一回打たれて、はい、同桂同桂成同玉8五桂 で8六玉に7五金があるの で、ね、これは詰みですね、はい、これはちょうど詰みということですね、はいはい、激しい局面なんですけれども、本田先生が、はい、準備できてましたので、はい、宮沢先生とちょっと交代で、はい、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうこちらは詰む詰まないという局面ですね。佳境ですね、はい、はい、現在の局面ですが、どこまでなんか全部調べてたみたいなので、はい、あの検討結果を、あ、いやいや、なんかソフトも見させていた
ただいたんですけれども、はい、まあ、途中の局面ですね、あ、でももう歩いて会場に来るまでにもう局面がだいぶ進んでしまったので、はいはい、なんですけれども、6八とに対して、はい、で取って6八とに対しまして同銀と、同銀、はい、で同桂成ですね、はい、同桂成、はい、で、同金ですね、あ、で5七角ですね、そうですね、これもかわいい、はい、これで王手飛車取りですけれども、はい、王手飛車取りかけましたね、で6六歩としまして、はいはい、でこちらを取りましたね、はい、取りました、はい、角で、はい、で6七角成られちゃうんですね、はい、で、あ、で現在この局面で、はい、あ、先ほど4六角と飛車を取りました、飛車欲しいですね、いや、はい、同金だとちょっと勝ち目が薄いのでもうこれで詰ましてみろと、うん、詰まされちゃうんでしょうね、あ、そうわかんないですけど、そっと、はい、詰まなければ嬉しいですけど、はい、野月八段も、はい、秒読み入ってまして、はい、渡辺名人残り1分残してます、1分、はい、1分、はい、ここ重要ですよね、1分残してるっていうの、さすが、もう先生だったら一目で詰むか詰まないか分かるんでですよね、パッと見も読む気がしないぐらい詰みそうなんですけど、はい、まあ、とりあえずいただいて同玉、はい、ここですね、あ、ごめんなさい、いや、これが逃れてたら天才ですけど、はい、皆さんいかがですかって皆さんに、はい、まあ、飛車をまあ側面どこか打つのはまあこの辺とか、はい、まあ、この辺が普通ですね、うん、角取りに、角取りですからね、何と言っても、はい、これも王手だから受けるしかないですよね、王手ですね、駒使うしかないですよね、何を打てばいいんですか、まあ、歩ですか、で、まあ、まあ普通に7七金とでも、あ、金からですかね、どっちですかね、金残しといた方がいいですか、で、まあ、同桂なり同玉、取るしかなくて、で、まあ、普通に桂馬8五桂とかですか、引くと普通に銀から金で詰みなので、はい、上がっても銀打ちですね、はい、寄るしかないですね、はい、うん、この人嫌なところにいますね、はい、なんか上から打たれてて、はい、もう取るしかないですね、引くと銀なりから金なの で、はい、で角を拾って、うん、これ取られるとなんか悲しいですね、せっかく、そうですね、打った角を取られて詰まされるのは、うん、でも詰んでますねこれはね、まあ、今4八飛車に6八歩まで進んでますね、この通り進んでるので、はい、ちょっとこれはそうですね、はい、勝敗が決まってしまった、最後なんかなかったんですかね、結構渡辺陣も危なくなってて、はい、うん、何か一手しのげればっていうところだったんですけど、なんか7二馬入るぐらいまではなんか結構局面評価値の方が、はい、まあ、互角とかな、あ、そうですか、難しい感じだった気がするんですけれども、馬入り良くなかったですか、いや、ちょっと組み合わせとか、どうなんでしょうか先生、ちょっと私も調べてみないと分からないんですけど、入った後こう角持ってもね、なかなか詰まないというのが、はい、まあ誤算というか、うん、いやでも渡辺名人ね、すごいこう2六桂とか5六桂とか、はい、すごいやりにくい手も多かったと思うんですけど、着実にその、まあ、飛車を取って寄せるというプランを、うん、まあこう遂行されて、そうですね、こんな玉が、ね、このような形になっているので、何をね渡しちゃいけないかっていうのを瞬時に判断しなければいけないので、さすがの見切りですね、進んでますね、はいはいはい、今7七金打ち込みまで行ってます、はい、8九桂で、はい、ちょっとじゃあこちらを見届けてからあちらに行きますか、はい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 、で今、はいはい、では進んでますね、はい、こちらの対局者の方ですね、終わりましたら、こちらの会場にも一言コメントをして、そうですね、身近な感じで、はい、そうですね、いただけるということなので、はい、皆様楽しみにお待ちいただければと思います、はいはい、まあ、隣の対局なんですけれども、まあ、こちらも、残り時間が
まあ、少なくなってきていまして、はい、双方秒読みの将棋になってますね。あ、まあ、まだ、はい、まだまだですので、どれですか、はい、どれですか、はい、今6六金の局面まで行きましたね。取って同玉に、はい、あ、失礼します。で8五桂にで、はい、あ、今もう終わってますね、投了されたようですね、はい、野月八段、はい、ということで、まあ、投了図以降の解説なんですけれども、そうですね、逃げますと桂成で、まあ、桂馬な、はい、桂馬で引いて8八銀で上がって9七桂で、そうですね、はい、はい、ということで、でまあ同玉ですけど、とっとと取られましてですね、はい、でまあ何か合駒ですか、何がいいですかね、あ、まあ、じゃあ角打ちましょうか、はい、で、はい、まあ、いろいろ、はい、そうですね、こうやってこうやってで、まあ、角なって引いてで頭に打って、はい、そうですね、でこれで詰めということですね、はい、そうですね、はい、あ、今席を立たれてますのでこちらの会場に、はい、向かい来られていると思いますね、はい、どの辺がポイントだったんですかね、その馬入るところは私よく分からないんですけど、何かいい手があったっていう感じなんですか、はい、ちょっとあまり細かくは見てなかったんですけど、タイミングとかですかね、4八飛車とか、まあこの角を打ち込んで迫ったあたりからどうですかね、はい、まあ、一言ちょっと聞いてみましょう。まあ、じゃあ盤は使わずにって感じですか。あ、そうですね、まあ、あちらの対局も、もう秒読みになってますので、はい、ちょっとこちら解説しててもよろしいですかね。少しまた盤にかぶり気味なので、あ、ごめんなさい、はいはい、すいません、こちらですけれども、どこまでこれ飛車2号に置いたんですよね、先ほどちょっと見ていて、はい、で3、はい、で2六飛車に、2五歩、こちらで、あ、飛車こちらですか、はい、飛車こっちに置いて、あ、ちょっと待ってください、27と2号飛車で2四金ですね、2四金、2号、これでこっちに出たんですよね、ここですね、で2四金に、2六飛車に、はい、はい、で2五歩と、はい、はい、で3六飛車、はい、はい、で3五歩、はい、はい、で4六飛車、ここですか、はい、で2二銀、はい、で2一角、はい、で5四銀、で3二角成、はい、2三銀、はい、で3三馬、はい、で3八角成、はい、はい、現在この局面まで、はい、進んでおりますね、はい、はい、これいかがですかね、すごい難しそうですね、すごい、まだまだ難しい、あ、じゃあ両対局者がこちらの会場にお越しいただきましたので、はい、一言ちょっとお話を伺いたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、あ、そうですね、ではまず語れました渡辺名人、いかがでしたでしょうか、一曲振り返っていただいて、はい、そうですね、まあ、模様の取り方が難しい将棋だったんですけど、なんか急にそうですね、激しくなって、なんかお互い日本道みたいな感じになって、うん、そうですね、ちょっと後手玉もかなりスレスレだったんで、まあなんかちょっと一手うまい手があったら負けになるんだろうなと思いながらやってたんですけど、うん、はい、なんかすごい玉の形がすごい形になっていたので、そのあたりは形勢の方はいかがでしたか。いや、かなり不安はありましたね、やっぱりなんか守りがいなくなってしまったんで、はい、まあ全部の手が読めてるわけでもなかったんで、はい、まあ、ちょっと何かあったらしょうがないかなっていう、うん、はい、はい、ではちょっと惜しくも敗れてしまいましたけれども、野月八段いかがでしたか、はい、だいぶこう迫っていた感じに見えたんですけれども、はい、そうですね、まあ、序盤は
なんか模様の取り方がこちらも金上がったりしてバランスが非常に難しい将棋で、渡辺さんの方も右玉にされたりとか、なんかこうなんだろう、形勢の判断の仕方が難しい将棋で、でなんか少しうまく組めたかなと思って仕掛けていったんですけど、でもなんかこちらも玉が薄いんで切り返しも結構強烈だったので、そこら辺の対応がどうだったのかなと、最後の方は、なんかちょっとずつ足りないのかなっていう感じがしてやってましたね。なんかだいぶ危ない形していたので、もう何があるか分からなかったですね。まあ、危ないのはお互い様なので、もう、まあ、そういう将棋なので思い切って踏み込んだんですけど、ちょっとなんか金取りの角とかそこら辺の対応が あんまりだったかなっていう気もしますね。森内名人も失礼しました。馬ができて、あの 7に馬が入れる形になったんで、まあ、ちょっとどっちが合ってるか分からないなと思って見てたんですけど、あの渡辺さん2六桂取ったあたりはかなりもういけそうな雰囲気が、あ、ちょっと戻しますか。はい、どの辺まで、はい、ありがとうございます。一つだけじゃ、組み上がりぐらいですかね。組み上がりはどこが組み上がり、なんかこう角の歩の飛車の右翼ができたあたりですかね。もう桂馬跳ねてるあたりですね。はい、歩はここで飛車が、はい、で2枚でここは下ですかね、はい、で、角を合わせた、あ、そうですね、まあこれそうですね、先手なんかしないとちょっと忙しくなりますよね、こういう感じで。あ、そうですね、こうなんかまああと桂跳ねるような手もあるかもしれないんで、そうですね、そうですね、はい、まあ、どっちに合わせるかちょっと迷ったんですけど、まあ似たようなことにはなるんです。そうですね、まあこっちだと取って同銀の時なんか角とか打たれても、はい、あ、ちょっと形が、まあ普通4六ですよね。そうですね、はい、でちょっと5五歩を見てるんでこう取って、はい、で5五歩があるんで6四金で、まあ、スペースを作ったんですけど、そうですね、まあまあ こうついてこっちに引く手もあったんですかね。そうですね、これならなんかちょっと穏やかな感じですか、はい、こっちもなんか金引いたりして、ね、組み直す、はい、で、まあ一局ですかね、まあまあこういう展開もあったと思うんですけど、まあ、本譜はこうついてこう下がったという。あ、一回銀引いたんですね。あ、そうですね、銀単につくと下手したら取られるかもしれないと。そうですね、銀引きでついたんですか。あ、ついたんですね、でこうで、はいはい、いや何やれば、なんか玉とか引いても、あ、そうですね、これはどうなんでしょう、近くなる場合が、あ、そうですね、はい、ありますね、と思って果敢に行ったんですけどね、はい、なんか桂馬欲しいんで、取って取って取ってだと、はい、まあ、2七角はそうですね、こうやるところですかね、はい、いや受け方が思ったより歩とか打つんでしたかね。あ、それもちょっと嫌だったんですけど、なんか角は成られても大したことないですもんね、はい、そうですね、ここの成りは基本的に大したことないですね、銀引いてますもんね、はい、こういう感じで、とか桂とか、あ、桂がある、そうですね、そうですね、確かに1回歩はなんか先手の得の可能性が高いですよね。そうですね、それで歩とかやってくれるなら打った甲斐もある可能性が、そうですね、同金で近くなってる場合が、ね、あ、そうですね、歩突きとかなんかいろいろ、ちょっとやっぱここの2枚がなんか遊んでる展開なんで、どっかに後期で使いたいんですけど、あ、金とかね、でもやっぱ桂が痛いですか。桂打てるならという気は、あ、取ってこっち取るんですか。あ、そうですね、こう取ったら、まあ、こう取ってなんかやんちゃできないんですか。いや、やられてもなんか文句は言えないですね。確かに、あ、こう打ってこ、あ、角捨てて金で一応飛車は取れますね。確かになんかうまく組み合わせれば、そうです、ね、まあ、ちょっと嫌ですかね、後手がこれは。いや、よく分かんなかったです。いや、ちょっとでも受け方が分からなかったですね。ちょっと本譜は本譜でなんか銀が動くと逆に本譜のようなラインができちゃったんで、そうですね、まあ、いまいちでしたかね。いやいやいや積極的な手順だなと思って、いや兄弟子のね、ちょっと聞かないと、いや、そうか、歩やってこいに困りましたね。で、
よっぽど。あ、そうか、ついたんです。そうですね。まあでももう突くしかないですね。そうですね。引くと角がひどいんで。あ、そう、桂馬の時逃げられるラインが。で、これ単に取っちゃうと、後からここ5四歩入んない可能性が高いんで。そうですね。まあここで今突くのは手筋ですよね。はい。選べないですもんね。まあこれ、まあ、金銀で取っちゃうと交換になっちゃうんで。うん、で、角で、そうですね。下がりで踏ん張って、歩打つと飛車が。そうですね、なっちゃうんで、うーん、いやでもここで歩打たれたのちょっと参りましたか、角なるんでしょうね、角なるとちょっと銀で、いや角なる手ばっかり読んでたら歩打たれて、そっか、なんかこう寄った時に歩で催促されてちょっと、ああそうですね、はい、いまいちかなと思ったんですけど、だからいやちょっと歩が勝負手なんですけど、いやさすがと思いましたね、このタイミングが。でも打つしかないですよね、まあ、そうですね、引いてくれれば角なりで、すごい損してますね、はい、これは銀がひどいんで打って、どこに行くのかが、はい、うん、まあ、こっちもあったと思うんですけど、ちょっと分かんなかったんですよね、まあ、普通こっちかなという、うん、いやここら辺手が広いんで、金引く手、桂打つ手、切る手、ああ切るとまあ5七桂打つんですか、一回、ああそうですね、大手で逃げて、はい、角で取るんですか、そうですね、逃げてからこう取ることで、うん、飛車が止まってますからね、5四金が効かないんで、そうですね、はい、しかもこれ取れないですもんね、角のラインがあるから、あ、そうですね、これ下がってくれればまあ、うん、なんか上がっといて、はい、これはまあいいかなと思ったんですが、うです、ね、いや金引きも角成りとの交換が、あ、金引き損ですよね、桂で手抜いて攻め合われて、いやちょっとこれは読んでないですね、取って取りですか、で逃げとくんですか、そうですね、いやこの後が、あ、なるほど、こうなっても取られて、あ、そうですね、すぐに行かないので、まあ、金だからあれですかね、うーん、まあ、これは結構痛いですよね、金取りとダブルなんで、そうですね、はい、うん、いやちょっとこれも自信なかったんで本譜を選んだんですけど、いや本譜が一番普通ですよね、桂打って取って取り合いになって、はい、でまあ金一回利かして、そうですね、利かしますね、まあそうですね、これ上ここのタイミングでこっち上がると銀取って7二銀があるんで、はい、これ寄りに限定してるんですよね、でこう取って次5四馬があるんで、さすがに銀取るのは勝てないですよね、あ、今ですか、あ、うん、銀取って同角で、飛車ですか、あ、まあ成りで余せるようには思ってたんですけど、ちょっと悠長なんですか、いやわかんないです、うん、この時、まあ、絶対これが取れるんで、うん、まあ、効いてきますからね、そうですね、でこのラインに効きますもんね、そうですね、これが大手で、まあ、歩受けた時になんか飛車取りに働きかけるとか、はい、なんか普通は受かるかなと思ったんですけど、うん、こう、まあ、あ、そうですね、なんか、まあ銀なんでここ金じゃないですからね、7二金打ち、そうですね、馬が効いてるから、はい、ちょっとでもこれも選びづらいです、はい、じゃあ本譜しょうがないんですかね、はい、本譜かなとは思ったんですけど、でも本譜足りない、あ、馬、馬ですかね、で一回4一飛車で、そうですね、はい、いや、もはやでも歩じゃなんか迫力ないですもんね、そうですね、まあ本譜かなと思ったんですけど、いやどうだったんでしょう、本譜で後手が良かったのか、いやなんか本田さんがすごい難しいような話をさっき聞いたんですけど、なんかありました、先手にいて、まあこうまでは行くんですかね、あ、一回これ入ってるのか、あ、そうですね、これ金打つと同飛車で負けちゃうんですかね、後手が、あ、同飛車で詰まないから負けか勝ちかは知らないけれども、はい、これ必死ですか、必死なんですかね、金が入った場合はちょっとそれも分かんなかったんですけど、一回受けて端、まあ、端と金の組み合わせでなんか必死っぽいですかね、そうですね、夜景の方がと、いや、まあ、切って逃げんじゃあれですもんね、あ、そうですね、それ飛車成りでまあ詰めろなんで、まあこうですよね、うん、なんか詰みそうで詰まないんですよね、これが、あ、そうですね、お金は引く、はい、うん、金1枚上げちゃうと向こう詰めろなんで、そうですね、いや結構制限かかってるから、うん、いやでもここで手がないですね、なかったですかね、まあ本譜ぐらいかなとは思ったんですけど、あ、先に切ってですね、はい、まあ、本譜が余してれば余してるのかもしれないですね、これで、いやしかしほどけない、ね、今打っても全部疲れますもんね、はい、結局飛車取った瞬間詰むんですかね、大概は、うん、うーん、そうですね、まあ、角と桂もう一枚桂渡してもまだ詰まないんで、あ、そうですね、これが動いてくれればいいんですけどね、はい、なんか背を置かれると、そういうなんか
桂渡してもこっち詰めろ続けばいいんですよね、うんうん、なんか例えばこういう感じの生産だとまあなっといて、はい、どっちかになっといて、これは角桂でまだ詰まないんで、そうですね、受けも効かないですもんね、はい、聞くわけないですね、まあ、そうですね、なんか使う受けは、うん、確かに、だちょっと余ってたんですかね、いや、うん、分かんなかったですけど、なんか一手うまい手があればっていう感じだったんですけど、はい、いやでも角の筋からそうですね、なんかにらみつけられて、いや風に参りましたよ、なんかいやさすがだなと思いました、あの金取りにあのタイミングで打たれたのに、いや呼び込みすぎたかなと思ったんですけどダイアンが分かんなくなっちゃったんで、いや角なりの予定だったんですけど逃げでちょっと分かんなくなった、いやうーんそうですね、ちょっとその辺がどうだったかっていう感じの将棋だったんですかね、はい、はいはい、長い間解説ありがとうございました、ありがとうございました、まあ、この後、渡辺名人は午後からも対局が、はい、あるということなんですけれども、何か意気込みなどいかがでしょうか。あ、そうですね、はい、まあ際どい将棋だったんですけども突破することができたので、はい、まあ、これを生かせるように次も頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。野月八段は午後から大盤解説会にもぜひ、あ、そうですか、はい、出ていただけるということを聞いておりますので、はい、わかりました、はい、よろしくお願いいたしま します。大熱戦お疲れ様でした。どうもありがとうございました。それではご講談ください。はい、ということでいろんな読みを、ね、披露していただきましたけれども、ね、一言のはずが随分なんか長く解説されて、ね、ありがとうございます、はい、ということでこちらもだいぶ進んでおりますので、はい、解説の方よろしくお願いいたします。で3五歩に対して4六飛車としまして、で2二、あ、で今、角が鳴って、あ、はい、角が鳴ってですね、あ、はい、あ、失礼します、もうそうですね、はい、角が鳴って、はい、飛車で随分進んでるんでしょうね、はい、あ、そうですね、はい、角が鳴って7六桂ですね、はい、失礼しました、はい、で8一飛車ですね、はい、で、6四桂としまして、時間差で、はい、はい、で4一玉、あれ、上がったら切られちゃいますね、これこう上がると切って金で詰むんで、はい、痛いですね、これで4一玉と、はい、大変な局面になってたということですね、これは痛いですね、はいはい、で7四歩、はいはい、で8五桂、はい、で7三歩成同金、なんだ危なくなりますね、で4三馬、はい、すごい局面ですね、わかるかな、今飛車が効いてますので、ます、ね、はい、4五歩としまして、はい、で5二桂成、はい、で3一玉で5三馬、着実ですね、で2二玉、はい、で7六飛車、あ、いたたたた、なんか嫌な手がいっぱい来るの、痛いですか、痛い、はい、で7五歩、はい、で同飛車、はい、歩がないんですね、はい、で現在の局面となってますね、はい、これも形勢はこれは痛いですね、これここは取りで、うん、こっちが取りですよ ね、 そうですね、両方受けないといけないんですけど、はい、歩がないですね、なんか、うん、そうですね、まあ、この辺突く手が早いといいんですけど、なっても詰めろにならないのかな、あ、これ取られちゃいますね、これ、あ、先に取られた、先に取られて、そうか、でなったら、馬引きますね、まあ、斜めに引きますじゃないですか、こうです、そうですね、これ金があるから詰みですね、はい、詰んでしまいますね、何か受けるしかないですね、どうやって受けますかね、かわしても鳴られちゃいますし、そこがあればね、こういう手が、まあ、そうですね、打てるんですけど、あ、銀で銀打ちましたか、はい、頑張りました、不屈の一手ですね、はい、これはで4四馬と、はい、はい、でこれ逃げ場所は1、2ですか、逃げ場所はここしかないですかね、うん、合駒は今何もないので、はい、長瀬王座に決め手があるかどうかというところですね、これは切っても飛車を渡しても大丈夫ですね、飛車渡してもつまんないので、まあ、切って、はい、まあ、こういうふうに打ってもたとしても厳しいですね、これ、うん、詰めろになってますね、次銀なりの詰めろでまた受けなければ、またこんなことやったりするのかな、
はい、どうやって寄せるか、まあ、これでよければ一番話が早いですよね、はい、陣取りで取って、しかもこれね飛車取りなんですよね。あ、はい、こちらはこちらは早い手は、まあ、こう取って桂を打つか、うん、まあ、こっちに入って、まあ、これの飛車を下ろす感じですね、はい、で1手2手かかりますね。でどちらもまあこうやってもまあ飛車取られて、はい、まあ、これがこういうふうに打たれると詰みなので、はい、ちょっと手が間に合わなさそうですね、はい、うん、あの7六桂から6四桂と二段活用した手がめちゃくちゃきつかったですね。はい、本当は6三玉ってこうやって上がりたいんですけど、それができなくなってしまったので、まあ、こちらの将棋はもう中盤戦からもう秒読みになってましたよね、はい、2人とも。佐藤真也さんの方も、はい、駒得してたのでそれが生きる展開ならばよかったんですけど、ちょっと なんですかね、あのうまく攻めがつながれてしまって、うん、なかなか駒得が生きる展開にならなかったっていうところはあるかもしれません。はい、で、あ、現在の局面が、まだですね、はい、4四馬1二玉とした局面で、はい、5四馬と銀を取りました、はい、あ、ここ銀がそうですね、三三の銀が、あ、こっち取りましたか、はい、はい、で7五銀としまして、はい、はい、現在の局面はこの局面ですね、はい、まあ、どう決めるのかということですか、はい、まあ、飛車取るでしょうね、これはね、はい、まあ、でも終わってから、ね、両対局者がこちらに来てちょっと読みを披露していただく、はい、っていうのは、はい、ね、どれだけ読んでるのかっていうのがよくわかりますよね。なかなかない機会ですから、うん、ちょっと皆様にもそうですね、感想の模様をお届けできればと思います。なんか渡辺名人と以前あの大盤解説会でお仕事した時も、はい、あのこういうふうに会場に来て、はい、あの読みをこう披露していただいたんですけれども、はい、あの会場の皆さんあのちょっとついていけない感じだったので、はい、終わった後にいやなんかいろいろ言っていただいてあの、まあ、皆さん喜んだと思うんですけどちょっと難しくて分かんなかったですっていうふうにあのそういう話をしていたら、はい、もう見てる皆さんはあの分かんなくてもいいんだよみたいな、あのプロ棋士があのどれだけ読んでるかっていうのをそういう凄さを分かってもらうだけでいいんだっていうふうにおっしゃっていたの で、はい、そうですか、やはり皆さんにこうのパフォーマンスとして、はい、あの見ていただくっていうのがすごいサービス精神が、ね、いや渡辺名人読みも早いですけどね、はい、頭の回転すごく早いんで、そうですよね、パパとの展開も早いですし、はい、そうなんですよ、本当にあの勉強になりますよね、うん、まあ、将棋だけでもないですよね、あのいろんなことにもやはり頭の回転がすごく早くて、私が勉強してもしょうがないんですけどね、本当は皆さんに喜んでいただけるのが一番なので私が勉強してちゃいけないんですけどでも すごく面白いですよまあ、またこちらもあの両対局者来ていただけますので、はいはい、そして、あ、はい、2九馬と、あ、これです、はい、8一馬ですね、はい、あ、はい、8一馬に2九馬と、はい、あ、2九馬、はい、やはり桂馬を取って桂馬を、そうですね、はい、一番狙いの手ですね、はいはい、で 4二飛車と、はい、はい、で、まあ、王手になってますね、まあ、なんか受けないといけない、後手は飛車と桂馬を持っていると、ね、7六桂から飛車打ちが早いんですけど、はい、どちらか使われてしまうので、うん、そこは使いづらいところですね、使いたいところなんですが、はい、ちょっと桂を受けると楽しみがなくなりますし、うん、飛車を使ってしまうのもちょっとあんまり、そうですね、辛いですよね、こちらがちょっと寄りの形が見えなくなってしまう、はい、ってことですね、飛車打ちがなくなってしまうから、3人飛車とか打つと例えば4一飛車になるというふうになられたとしても、はい、あのやっぱりその打った飛車を取られてしまいそうなので、はい、ということで、まあ、2二飛車としまして、はい、4三飛車成と、はい、辛いですね、そうですね辛いというのは絶対負けない手ですね、これはね、そうですか、いやいや、なんか負けない将棋というそのなんかそうですね、著書もあるらしいですから、うん、やっぱり万が一こう間違いが、ね、起きる可能性が高いですからね、将棋っていうのは、やっぱ寄せに行って王手されるのは嫌じゃないですか、ちょっと、うん、こうなっておけば飛車を渡さずに、はい、3三銀がありますし、場合によってはね、この金も、はい、取ってきそうな人なので、ちょっと怖いです、ね、
はい、こちらはまあ桂馬打ってから打っても逃げて、まあ、7九玉と逃げておけば、これ以上続かないので、まあ、こう取っても、はい、まああまりこう響いてないということですね。はい、まあ、その間にもしかしてこう全部取ってしまう、はい、まあこういうのは性格が出るんですか。あ、性格って言っちゃいけないですよね。そんなことないですよ。まあ、奇遇ですね、まあ、よくあの棋士とか、ね、友達をなくす手だとかって、ね、はい、あの言いますけれど も、 いやでもそういう手大体いい手が多いんで、まあ、あのちょっとこうなんか面白おかしく言うことが多いんですけど、はい、困りますね。でも桂打ったんですか。で、はい、7六桂ですね、はい、で、はい、6八玉と引きました。はい、はい、まあ、佐藤七段としてはちょっと苦しい時間が流れてる、ね、ということですか。はいはい、この香車を取って5五馬とか引き付ける展開になるといいんですけど、はい、でもそうやって粘りますかね。でもね、はい、5五馬と引くとこのあの2の飛車にも紐がつきますし、まあ、少し粘れる感じになりますので、はい、香車取るかもしれませんね。まあ、何かチャンスを、あ、1九馬としましたね。はいはい、で5四馬と、はいはい、使ってなかった馬を使われました。はい、5五馬引かせないという手ですね。なるほど。うん、もうなんか確実にこう寄せていくっていう、はい、ことですか。あの相手の玉の周りに竜と馬が集まってきましたので、うん、これ次に3三銀とか打つとほとんど受けがなくなりますね。はい、ちょっとだんだん受けがなくなってきましたか。はい、まあ、強者をあの銀を取って自陣に粘る手はありますけど、はい、やっぱり結局その駒使わされてしまうので、うん、あんまりその戦況はこう好転しないんですよね。はい、まあ、またちょっと更新されてないですけれども、うん、まあ、何度かここをしのいでということですね。佐藤七段としましては、なんとかあの少し左側の佐藤陣の駒が働くような展開になるとすごく面白いんですけども、はい、はい、もう5四馬で、はい、あの投了されました。はい、はい、佐藤七段投了されましたね。はい、そうです、これは仕方ないですね。ちょっとね、まあ、駒の損得はあまりないんですけど、あの、まあ、後手の方はかなり包囲されていて、うん、まあ、先手の方はまだちょっと、詰ますには時間がかかりますので、はい、そして次3三銀がほとんど受けなしですし、まあ、取りもやむを得ないでしょうね、これは。うん、はい、何かこうポイントの局面とかありましたら作っておきましょうか。ポイントはどの辺なんですかね。ちょっと隣の将棋を見てる間に随分、あ、そうですね、こちらが、ね、もう終盤戦になっていたので、どこら辺がポイント、銀が棒銀で出ていって、はい、その後その何ていうんですかね、まあ、銀を捨ててあの攻め込んだあたりはポイントだったと思うんですけど、あのうまく永瀬さんが相手に歩を使わせて、はい、なんか銀が出てるところあたりにしますか。あ、そうですね、はい、あ、じゃあ、はい、ちょっとじゃあ作っておきますか。はい、今あの会場の方に向かっておりますので、はいはい、うん、はい、それでは対局者到着したようですので、ご登壇をいただきましょう。よろしくお願いいたします。あ、失礼します。あ、お疲れ様でした。はい、あ、お疲れ様でした。あ、どうぞ真ん中の方。はい、どうぞ。はい、ちょっと、ちょっと終わって早々であの恐縮なんですけど、あの、はい、一言ずつあの、振り返って感想いただけると
ありがたく思います。まず語りました永瀬王座からお願いいたします。はいはい、そうですね、一局を通して、まあ、中盤あたりで飛車浮いたあたりがあるんですけど、少し自信がないような気がしたので、少しその前の折衝で少し損してしまったのかなと思ってはいました。佐藤七段いかがでしたか。はい、中盤まずまずかなと思っていたんですけど、本譜でも手厚いかと思っていたら全然そうでなかったので、もうちょっと強く戦う順も浮かんでたので、何か勝負しなきゃいけなかったなと思います。この7六桂が激痛でしたね。これが、いや、あんなにひどいとは思わなかったんで、はい、ちょっと今日はカツラを自粛したのが打たれてしまったので、はい、桂が痛かったです。あ、ではちょっとまだその局面まで行ってないんですけれども、今銀が2四のところまで行ってる局面、ちょっとだけこの辺少し、はい、いいですか、振り返っていただいてもよろしいですかね。はい、これ どうなってたんだっけ、これが銀ってここ上がってましたっけ、これここで5二玉を寄ったんですよね。はい、はいはい、そうですね、2三歩に5二玉ですね。結構攻められて、苦しげな表情をしてたと思うんですけど、いや結構自信あったんですよ実は。はい、あ、そうなんですね。なんですけど、いやここでどうやって攻めてこられるのかなと思っていたんですが、なんか対応どうでしたか。あ、いや、そうですね、自然な気がします。まあけど他も難しいですよね、なんか緩める手も。そうですね、やっぱりこういう将棋結構玉形が薄いので、まあ攻め合いになるのは仕方ないのかなという判断ではありました。僕の方が最後こう打つ形にしたかったんですよ。なんかそういう形になりがちなので、はいはい、桂馬狙ってたんですね。まあで天野さん、さん、はい、なんとかなると思ってたんですけど、ちょっと、いや、あんなにひどくなると思わなかった。で同金で、まあ、4九角ぐらいまでは結構なりそうかなと思っていたんですけど、そう、いや、これどうやって受けてくるの。結構角が手順に入ったの大きい気がしたので、けど2五飛ですか、気づきづらい受けだなと思って。あ、そうですね、2六だと銀なので、はいはい、消去法でそういうことなんですね。この辺の受け方どう、鉄板流は何でしたか。いや、ちょっとあんまり調べてなかったんですけど、すいません、あ、これ、あ、金出たんでしたっけ。金薄かった、まあ、けど金は出るような気もして、あ、まあ、ぶつけももしかしたらあるかなと思ったぐらいだったんで、勝負で、あ、まあ一回歩を打って、あ、ごめんなさい、金ですよね、金で本譜、いや、ちょっとどっかで勝負したかったんですけど、どうですかこれ。いや、まあ、ギリギリだと思ったんですけど、はい、こっちもすごい形なので、まあ、お互い様なんですけど、金も普通ですか。あ、金で飛車を、あ、角を、飛車を打つと角を、飛車だと、いや、どれもありそう。で、角で銀ですか。あ、1五角か、やっぱりいろいろありますね。角で銀、なるほど、ちょっとどうなってるか、あ、ちょっとかばされてる感ありますか、やっぱりぶつけは危ない。なんとなく切り合いはちょっと、あ、じゃあ2四でぶつけるとどうなりますか。ちょっと1五角も嫌なので、飛車で角で金寄る手とかないんですかね。2四金とか寄るのは無理ですか。あ、ごめんなさい、あ、角にも寄ってしまう。ちょっと今のやりましょうか、面白い。飛車打って角で金を寄る、どうなってるんですか。この端一個ついたのが最後微妙につましづらくなったりするのも嫌な形なんですよね。どれですか。気を毒とかないですね。どれでしょう。どうなってんですか。いや、まあけど気は、
なってんでしょうね。まあけどちょっとそうか、いやけどこれで、うん、いや分かんないですね、さっぱり。うん、難しいですね、でもね。あ、なのでちょっと切り替えはまあ仕方はない。あ、じゃあ2四で切ってどうですか。はい、下にいきなりぶつけて取って取っての形はどうですか。いや、これもやりたかったんですけど、ちょっと刺せると思ってたので丁寧な手を調したって感じですね。刺したんですけど、まあ、さい尽くした。まあけどとは言ってもそうか、これがあるから金寄りがいい受けなんですね。あですか、まあ、切られるのを警戒して、うん、切って下とか、いや結構読みの中だと受けられ方もよく分からなかったんで。なるほど、これが永瀬流の受けですか。あでもこれは最後攻めになるんで、まあ、うん、義弾には近い気もするんですけど。なるほど、どうですかね。いや、うーん、けどちょっとちょっと、うん、分からないですけど、うん、そうですね、なかなか大変ですねこれは。ああ、いや、なんか手厚くされるコースなのかなと、はい、じゃあ、うん、じゃあ何手厚か、何手厚さがいいですか。まあ、けど金あ、はい、あそうか、なるほど。いや、どれもあるので、いや分からなかったです。あ、すいません、すいません。え、銀も普通かなと。あ、はいはい、銀でしょ。ちょっと本譜やっぱりここの角が鬱陶しすぎる感じに、あ、はい、なんか歩2枚も使ったし、うん、そうですね、ちょっとなんか2号3号の形、嫌な形ですよね。そう、嫌な形になっちゃいましたよね。そうですよね。いや、出てなんかおかしいなという気もしたんですけど、なんか成り行きで、あ、けどこれはこれで歩って切らないと角が死んじゃうから、歩を、あ、はい、そうですね、いや、こういうのもさっぱりでした。で、取る。ここまで来ると少し自信がない気もしてたんですけど。手としては玉とかになるんですか。どういう手ですかね。いや、どうされても自信ないですけど、うん、ちょっとさせそうな気はするんですけど。そうですね、手厚い、まあ、ただ結構ただ変な手をやって働かされてきてしまいそうな気もするので、先ほど長そうですねこれでもね、うん、そうですね、これ、まあ、ただなんかこんな感じなんですか。ああ、いや、ちょっと相手の手は広いので自信はなかったです。そうか、手で、あ、そうか、歩が、で、そうか、嫌な、よ、やっぱり嫌な形か、よく見ると。いや、3-2と2-1の違いが、重要だとは思ったんですけど、こちらから打ちたかったんですけど、うん、これだとぶつけがあるかどうかってことですか。ぶつけが、そうですね、ちょっと手が浮かばなかったのでやめてしまう。あ、うん、いや、ちょっとぶつけの時が取って5号桂になるんですよね。その時がよく分かんなかったんですけど。桂ですか。はあ、あ、なんか受けるんですけど、僕受けられ方分かんないんですよ部分的には金飛車歩でばらして桂をやりたかったたんですけど、ただ詰めろになってないですか。ちょっと読めないです。先手からするとこれはやりたい順だったんですけど、角飛車歩、角飛車歩、うん、なんか角飛車、そうですね、やっぱり詰めろにはなってないと、ね、できないので5号桂になるんですか。あ、まあ、なんか5号桂だとこっちが最後詰むかどうかになるような、あ、詰むかどうかじゃないか、なんか、いや、いや、けどそれもギリギリだと思ってますですね、はい、ただ、けど先手からするとちょっと3-2はリスク高いので、まあ、2-1で難しければ2-1かなと。
と何でしたっけ、ゼロですか、まあ、ゼロで桂馬がな、あ、すいません、一歩なんですか、一歩ですね、はい、はい、で、あ、そうか、なんか開け方切り金も入れづらいんですか、あ、切って金ですか、いやちょっとそういう手見えないんですよ、けどそうか、うん、そういう手か、いや2一だとその弊害が3二だとなって侵入できてると思ったんですけど、2一だと4二なのかなと思ったんですけど、大丈夫ですか、あ、いや確かに、まあ強襲が5五桂からやっていくですいやけどこれ、うん、ちょっと私はさせないですねこれは、うん、まあ上がられたりした時はちょっと分かんなかったですけど、やりづらいですか、確かに、まあ上がりでも分からなかったんですけど、そうですね、けどいやちょっと、うーん、なんか手ありますかね、上がりの時ちょっと手が、ほー、こうですか、いやちょっと私は、あー、まあやってバラして銀角割ると思ったんですけど、ちょっと寄ってるか、取ってなって6三埋めたりした局面がちょっと寄るか、なるほど、分からなかったです、ね、まあこのコースも、はい、分からなかったですけど、あ、うん、まあけど自分から切るのも結構、あ、そうですね、一応、うん、なんかまあ仕方は、うん、やられない、まあけどいや、なんか勝負しなきゃいけないのか、ここはとは言っても、ああ、いや分からなかったです、ね、そうか、5四銀ってすごそうか、すごい、うん、すごい危ない形なんですね、うん、でしたか、とは言ってもか、そうか、いやちょっとあんなに格なったのもひどいす、ものすごくひどい手になってるし、まあけどそうか、いや結構悪いなりにちょっと自信はなかったんですけど、ただ先手もなんか決め方難しい形なのかなと思ってたんですけど、ここでなんか頑張らないといけなかったですか、どうぞ、あ、いやそうですね、まあ、何されても分からなかったですけど、ちょっとなんか6歩とかついても取られて、あんまり飛車で同飛車ですよね、あんまりなんか飛車をうまく追えない感じが、あ、うーん、とは言っても何かここで勝負をですか、しなきゃいけない、いやとは思ったんですけど、じゃあちょっとな、ちょっと苦しいですか、あ、いや、うん、やる手がわからないのが、なるほど、結構きついなと思ったんですけど、まあ、本譜でも若干わからないですけど、ちょっと刺さってました、まあ7四歩3二銀打もあるかなと思って、ああけど、うん、少しいいですかね、ちょっときついですよね、おそらく少しさせてほしいなと、うん、いやちょっとさすがに、うん、よく4一に行くのは辛いなという感じ、4一ではきついですよね、いやそんなつもりじゃなかったんですよとは言っても、うん、まあ何か一手受けの手を、うん、ここ、そうですね、ただ一手なんか有効な手がまるで見えないので、そうですね、私動かせられる駒が限られてるので、まあ、この後の7六桂から6四桂が非常に厳しかったということですね、そうですね、もう角成りもひどい手になってるんですよ、はい、やってきた時に馬がここにいればまだ反動があるんですけど、うん、ちょうどないって形になって、うん、いやこれ激痛でしたね、うん、いや思わずでも森内九段も悲鳴を上げてましたもんね、うん、6四桂、はい、いやそうですよね、これ桂馬桂馬で解説してたら桂がここでポンって飛ぶ感じだったんですけどこんなにいい手を刺されてしまっては、いや、うん、まあ、ぜひその桂の方は午後からぜひあのお待ちしておりますので、いやけどそうか、うん、いやこっちはきついですね、いやこれではちょっとさすがに、はい、なんか上でちょっと手厚く頑張る形にできないと、はい、いやこれは参りました、はい、永瀬王座はあの午後からも、はい、渡辺名人との対局控えておりますけれども、はい、いかがでしょうか、そうですね、やっぱり同じ棋士と当たるときは当たるという印象ですので、はい、はい、精一杯頑張りたいなと思ってます、はい、それでは、佐藤氏の午後からも解説会場の方でぜひ、はいはい、いろいろとご披露していただければと思います、お二人とも大熱戦ありがとうございました、ありがとうございました、どうもありがとうございました、ご登壇ご講談ください、
はい、ということで、うん、先ほど、ね、いろいろとお話を聞きいただきましたけれども、はい、いかがでしたでしょうかね、皆さんも。まあ、そうです、またね、そのはい、この後午後の部分ございますので、はい、引き続きお楽しみいただければというふうに思います、うん、はい、もう2曲とも大熱戦ということで、午後からも楽しみにしていただければと思います、はい、皆さん長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、それでは ご講談ください、うん、皆様お疲れ様でした。それではここで、午前中の大盤解説会を、終了したいと思います。この後、この後ですね、2時からですね、2回戦の対局がございますので、こちらにお願いいたします。お昼等で外に出られる方、パスを胸の見えるところに出して、出ていただければと思います。よろしくお願いいたします。